どうも、高井です。欲望をやつり、欲しいと思わせ、人を貸す。これから誰も自分自身のビジネスを持ち、自分自身の商品を作り、他にえない自分自身の商品の強みを相手にメッセージして送る。これをブランディングデザインっていうんですが、やっていく必要があります。こういうことを聞くと、おそらく、今までは大手がこういうことをやってたので、個人レベルじゃできることないんじゃないっていうふうに疑問を持つのは当然だと思うんです。 でも、個人レベルでもできることはあります。ただし、大手の方が資金が豊富にあるので、できることは広いです。この内容をこちらにまとめました。すべて科学的に検証されたものなので、おそらく、あ、それだったらできるんじゃないのって思うことは、一つは最低に見つかるんじゃないでしょうか。これから読み上げていきます。よかったら、グッドボタンお願いしますね。あなたが食べているのはメニュー。舌を騙すマーキントリック。 あなたは料理コンテストの審査員だ。目の前には美味しそうなパテとまた肉類を5皿並ぶ。いずれも丁寧に盛り付けられ、外国産のクラッカーが添えられている。見た目には同じように美しい料理を、あなたは順に味見をしていく。そこへ仕返しからこう付けられる。それでは5皿のうち、どれがドッグフードか当ててください。実はこれは料理コンテストではない。2009年に行われた実験で参加者が体験したほどあり、その研究タイトルはも、あからさみの人はパテとドッグフードの区別をつけられるか、だった。4皿人間食べ物で、中には高級食材で,できたパテもある。 そして残る一すら缶詰、ドッグフード、フードプロセッサーにかけ、パティだと全く同じ味に大に成形したものだ。肉の色やパテごとに若干異なるものそれ以外は全く同じ見た目だ。では実験の結果はどうだったかドッグフードを当てられた人は一人もいなかった。疑り深い人なら、相手が素人だからドッグフードをパティに飲ませることができたものだって、本物の食通は騙せないはずだと、最も反論を投げかけたくなのではないか。味わっただけでそれが何か分がかがって当然だという人がいるとするなら、それはその見えだ。 ワインの専門家である彼らはワインについての文献を読み飲食やデイスティングを行う日々を何年にもわたって過ごすいわゆる正式なワイン教育を受けて正式に認証された専門家となのだソムリエ見かけは驚異的だ一口含んだだけでワインの銘柄はもちろん使われているブドウの品種や産地醸造の銘まで言い当ててしまうしかしボルドー大学のフレディック・ブロシが痛快で巧みな実験を行いソムリエの卓越した見かけとして当てられないことを証明したブロシはソムリエに赤と白のグラスに渡し飲んでそれぞれの感想を語ってほしいと告げた 実はソムリエには伝えていないが、その赤ワインは白ワインと全く同じワインに食紅を加えて色を赤くしてもらった。ところが2種類のワインは全く違う味として知覚され、さらにこの赤ワインについては、本物の赤ワインと同じ原料が使われているかのような感想を語られた。彼らは白ワインについては蜂蜜や柑橘のような味わいだと言い、赤ワインについてはラズベリーやマホガに例えた。下に届いた情報は全く同じでありながらこ目なのだ。毒ッを食べて与えられなかった人はあまり落ち込まなくていい。プロの下だって騙されるのだ。 メンタルモデルというのは推理ゲーム。脳は現実を直接的に体験することはない。その代わり、現実のモデルとなるものを構築する。そのモデルを神経科学の世界をメンタルモデルと呼ぶ。メンタルモデルは驚くほど影響を受けやすく、しかも影響を受ける可能性の要素の数は膨大だ。また、不可能ではないですよ。修正は難しい。現実を比較して間違いを知ることは絶対にできないからだ。何しろ私たちにはメンタルモデルしか体験できない。ということは、ブランドや企業私たち消費者のメンタルモデルに影響を与えれば、 それは私たちの現象の体験に直接影響を及ぼしたことになる。例えばレストランはメンタルモデルは暗示の影響を非常に受けやすいという事実に至るところが大きい。レストランに入って席に座ると意識しなくても様々な情報が入ってくる。店の雰囲気、店内を流れる音楽、食器、立地に至る全てだ。基本的にそのどれもは脳が生み出すメンタルモデルに影響を及ぼす。同じようにでも廃墟とかした倉庫で食べるのと、豪華煙なパーティー会場で食べるのではその味は全く違う。 メンタルモデルはどのようにして作られるか。とりわけ、味覚のメンタルモデルの埋め方を理解することは重要だ。それこそが、消費の世界でメンタルモデルにどのような調整が加えられ、変化されるかを理解する鍵となる。まず、メンタルモデルを構築される際、脳はすべての感覚を平等に扱わないという点を知っておいてもらいたい。強い感覚を優先する。味覚は他の感覚に比べて非常に弱い。そして断頭で強るのは視覚だ。視覚は大脳皮質の大部分を支配し、 視覚情報の処理と解釈だけに脳の約3分の1が使われているのだ。また他の感覚が同時に作用しても視覚は優先される。百分は一見しかず。ミシュランの三つ星レストランで肉料理と皮ワインを味わっている場面を思い描いてほしい。丁寧に調理された料理が芳醇なの香りが漂い、一口食べるとその味わい目を見張る。少なくとウェイターがやってきて、馬の皮のソーセージでお口あいましたかと尋ねてくるまではそうだった。このささの知識はメンタルモデルに張り込むと、次の一口では全く違う味わいない恐れがある。 うま肉を食べているという思いが料理のメンタルモードに影響を及ぼし、それは引いた料理の味に対する認識に影響を及ぼすのだ。何肉か知る前からそれは馬肉であり、知ってからも馬肉なのだが、そうとした後の一口はなぜかそれまでと同じ味がしなくなる。馬肉はヨーロッパ諸国の大半やアジア圏、アメリカでは普通に食べられているが、なんとなく避けたいと思わせるところがある。本質的にまずいというわけではないが、それを喜んで食べるかどうか食卓に持ち込むあなたの思いにかかっている。 これが食べるにも対するあなたの思いやメンタルモードに影響を及ぼし、最終的には食事体験そのものに影響するんだ。その裏付けなの,のはワインだ。人は高級なワインを飲んでいると思っていると、その美味しさを強調して報告する傾向があることが数々の調査を実証されている。それに加えて参加者に自己申告させるだけでなく、参加者の脳を直に観察するという重要な実験も行われた。 スタンフォード大学のバーシュー教授率いる研究チームが FMR 装置を使って2種類のグラスワインを飲む実験作者の快楽中枢を観察したのだ。快楽中枢は食剤科と呼ばれる脳の奥深に位置する。実験では一方は非常に高価なワイン、もう一方は安物だと告げて参加者に手渡された。すると飲んでいるのは高価なワインだと告げられたときに参加者の快楽中枢のニューロンが活発に発覚したという。では安いワインだと告げられたときはどうだったのかニューロンは発覚しなかった。 もちろん、どちらのワインも同じボトルからグラスに揃えるもんだ。脳の中枢は全く同じものであっても、当人が抱く思い自体では全く異なる体験をする。高価なワインの方が好みの味だと自分に活かせているのはない。高価なワインだと思っている方本当に美味しいと感じるんだ。高価なワインにまつわる思いがメンタルモデルの一部となり、ワインの味わいに影響を及ぼす。メンタルモデルは体験に所属するものではない。体験するものなんだ。思いはどのようにしてメンタルモデルの形を変えるのか。 脳が整理するデータは基本的に関連する情報が紐づいている膨大な情報ネットワークの中に保存されている。このネットワークは神経科学の世界で意味ネットワークと呼ばれる。知識や概念は個別に保存されておらず、関連する情報と紐づけられて保存されているんだ。何か一つを頭に思い浮かべるたびに、それに関連する他のことも必ず一緒に思い浮かぶ。例えば、木という言葉を思い浮かべると一緒にリンゴを思い浮かび、ドアを思い浮かべると自動的に鍵が思い浮かぶという具合だ。 こうした絡み合う知識は脳の側頭用に保存されている。この領域を損傷すると、失認症を患う。視力や視聴力は問題ないが、右下情報とその名称を結びつけることができたくなるんだ。側頭用内の神経回路を構成するつながりは生まれつくものではなく、時間をかけて習得するものだ。木と歯は同時に語られることが多い原因。木を思い浮かべたら自動的に歯も思い浮かぶようになる。漢字をはじめとする抽象的な概念についても同じで、 それでもやはり体験を通じて知覚した情報やあるいは他の抽象概念と紐付けられたりするこのようなつながりを習得できるのは脳にパターンを探させるにいられない性質があるからだ脳のそうした習得機能は統計学習と呼ばれる人間にはパターンを記録するという驚きの乗り方となっているそのおかげで自分を取り巻く環境で習得した統計を意識せずに知識に変換することに長けている また、つながりは知識の構築で最も重要になることから、メンタルモデルに与たる影響は極めて大きい。ブランドは思いに基づくメンタルモデルに入り込む。ちょっと考えてみてほしい。そもそもブランドとは何なのか神経科学者に回答を求めれば、つながりの集合という定義が返ってくるだろう。そうなると、ブランドを構築する活動であるブランディングが、つながりを作るための活動ということになる。コカ・コーラ社を例に挙げよう。同社、食品、飲料業界では世界第一。 業界の垣根を超えても、Apple、Google ググ、Amazon、Microsoft について世界5位に位置する。こんな人生を想像してみてほしい。シナリオ1、コ o クのない人生。シナリオ2、Google ググの検索エンジンのない人生。どちらの方が辛いと思うだろうかもちろん後者だ。Google ググ検索ができれば人生は飛躍的に快適になる。今や Google ググ検索ができなければとても生きづらい世の中だ。では、コ o クについてはどうかなくてもあまり困らない。 仮にコークの実用性はとても低い。いや、健康への影響を考えれば、マイナスの影響を及ぼすと言っても過言ではない。コークの実態は砂糖の入った茶色い炭酸水だ。ブランドがなければそれ以上でも以下でもない。だが、コークというブランドについてとなると、話が全く変わってくる。コ,カコ,ーラはコークとブランディングに数十億ドルを毎年費やす。彼らはコークで消費者との心理的なつながりを手に入れて、 消費者の意味ネットワークの中で広大な領地を占領しようとしている。炭酸飲料を大衆に売るにはどうすればいいか。大衆が求めているもの、すなわちハピネスを消費にくっつければいい。そうしてハピネスとの関連付けに成功した佐藤水は2000億ドルを生み出した。視覚の盲点。脳は見ているようなメンタル問題を絶えず生み出しながら自分を取り巻く世界を作り上げている。脳は網膜が受け取った視覚情報を処理することで物を見ている。 目の奥には何百万の細胞が外界からの光を認識しているのだ。網膜が受信した視覚信号は神経を介して脳の他の部位に送られ処理される。しかし、目の神経が網膜と繋がる部分には実は網膜細胞は存在しない。つまり、外界からの情報を受け取らない網点が目には必ず存在するのだ。この網点は、親指の先ほどの大きさで視野の中心から15度のところに位置する。この網点の存在を意識したことはおそらくなかったはずだ。その理由の一つはもちろん、私たちの目は目が二つあることだ。 一方の目は見落としたものは、もう一方の目は見つけてくれる。だが、一方の目を閉じたからといって何もない真っ暗な空間が目の前に現れることはない。それはメンタルモデルが構築されているからだ。脳は絶えずその場に応じた世界を作り上げ、そこにあると期待されるものを保管する。盲点を保管するにあたり、脳は感覚を通じて得た情報やその人を恋の思いに基づいて現実を推測する。その推測はかなり優秀だ。考えているようは、人は皆この盲点の存在を意識すらせずに生きているのだ。 アンカーを下ろす相対性の神経科学。人は消費の世界に関する情報を消費するとき、例えば商品の価格が見合っているかどうかを評価するときは、その商品のことだけを考えて評価していると思うものだ。だが、実際にはアンカーと比較して評価している。そしてそのアンカーはブランドによって植え付けられたもので可能性が高い。ブランドがアンカーを植え付ける思う理由は2つある。1つは消費者の収入を自分たちに向けること。そしてもう1つは、消費者が価値を判断する基準を自分たちに有利に変えることだ。 私たちの脳は常にアンカーを下ろす場所を探している。そして脳を操る専門家であるブランドは脳の要求に応じた行動をとる。消費者が注意を向ける対象を固定する。ブランドは消費者を取り巻く環境の中でアンカーを下ろして外因性による注意を非行とする。テレビ CM は放送されている番組を大きな音量で流される。屋外に設置されている看板広告は周囲の日常的な色合いに溶け込まない派手な色調となる。外因性の注意を誘発するという行為を集まるところ、人が自然に注意を払うものに入り込む。 つまりは注意を払う対象を変させるということだ。単純に目で見るレベルだと脳は対比の強いものに注意を向けやすい。例えば黒に対する白、赤に対する黄色に目を奪われやすい。直線や比線も大きな対比を見やすい。実際、対比の強い情報を優先するシステムは脳内にはっきり存在する。生後わずか数日の赤ん坊を含む幼い子供たちを対象に実際た調査では対比の強い刺激を好む傾向は遺憾して見受けられた。また政治の目の動きに関する調査でも、 対比の強い領域では、人がどこに視線を送るかを85%の制度で予測できると分かった。調査によると、消費者が購入の決断に急いでいると、単純に見た目が見え出すだけで、それを選ぶ確率は飛躍的に高まるという。要するに、製品の外見と製品を取り巻く背景の対比をできるだけ強烈にすれば、選んでもらえる確率が高まるというわけだ。注意だけでなく価値観も。脳にいくつかの数字を投げかけると、それらをアンカリングしようと、脳の機能が過熱状態になる。 数字があられると脳は必ずそれらの価値観のアンカーとして活用するのだ行動科学者として世界的に知られるダニエル・カーネマンはテレビのバラエティ番組に見受けられるようなルーレットに1から100の数がランダムに書かれたものを用意し実験の参加者にそれを回してもらったそして回し終えるたびに顔に頼って答えざるを得ない数字に関する質問をしたジンバブエの人口の何パーセントかここからに旅行したことあるかモンタナ州の都市ボーズマンの平均気温は何度かという具合だ すると興味深いことに、参加者の回答は、ルーレットを回して出た数字と関連していた。その数字はランダムに出たものであり、質問には何の関係もないと完璧に認識していたのもかかわらず、ルーレットの数字はアンカリングされ、彼らの回答に影響を及ぼした。数字の影響力はさらに上がるケースがある。アンカーとなる数字はお金に関係すると、使う金額に多大な影響を及ぼすのだ。サンフランシスコの体験型博物館エクスプロラトリアムの外で、実際に次のような実験が行われた。 りすがりの人に声をかけ、近年起きた石油流出事故の犠牲になった野生動物を助けるために寄付をお願いするというものだ。ほとんどの人は西海岸の良きサマリア人となり、喜んで寄付してくれた。その平均金額は関大にも64ドルに上った。ところが、頼むときに安価となる数字を具体的に提示すると、人々の対応は大きく変わった。5ドル寄付してもらえたと頼むと、寄付の平均額は20ドルまで下がり、400ドル寄付してもらえないかと頼んだときは143ドルに跳ね上がったという。 ゴリロックスと呼ばれるバイアス。3つの価格を前にすると、脳はゴリロックスと呼ばれるバイアスに取りつかれる。3つの選択肢を提示すると、人は真ん中に引き付けられる傾向があるのだ。マーケターは消費者に選んでもらったい選択肢をわざと真ん中に持ってくることが多い。12オンスのステーキは18ドル。14オンスが22ドル。16オンスが26ドルだとしよう。この場合、ほとんどの人が14オンスのステーキを選択する。では、これは14オンスのステーキのメリットを考慮しての自然な選択ではないとなぜ言い切れるのか それは、ステーキの重さの選択肢を14、16、18に変えて、14音素を一番軽い選択肢に持ってくると、16音素スのステーキを選ぶ人の方が多くなるからだ。つまり、選択肢の真ん中であることが、説得力のある要因ということになる。自動車部品のオンライン販売の先駆者である、byautoparts.com は、筆者の一人である、プリンス・ギューマンが、マーケティングの責任者として在職していた時に、選んで欲しい選択肢を真ん中に置く戦略をうまく活用した。販売する部品にはすべて、3つの課題の選択肢を用意した。 再生された部品、ノーブランドの新品の部品、有名ブランドの新品の部品の3種類だ。すると80%以上の確率で顧客は真ん中の選択肢であるノーブランドの新品を選んだ。その状況で真ん中の新品がとりわけ魅力的に感じたのは大抵の顧客が自動車部品の専門家ではないからだ。ラジエーターが必要だと分かっていてもラジエーターの人たちの見極め方はわからない。そうした状況で行動することを行動を経済学者たちは確実性が高い状況からの行動と描写する。 価値の判断基準となる情報が他に何にもらえない場合、ゴルロックスという場合さ、アンカーとしてはより一層強い影響を及ぼすことである。収穫提言。100ドル支費を1枚受け取ったとしても、その価値をどう認識するかは、自分がいくら持っているかによって変わる。銀行口座に入っている金額が心的なアンカーとなり、新たに提出した金額の心的な価値に重くのしかかるのだ。口座の金額が増えるほど、新たに提出するお金の価値は下がっていく。このようなアンカーの際は、手に位でお金がにも見受けられる。 例えば、企業や消費者の購入体験の中にアンカーを見込んで、シェラー勤の価値を下げることだって可能だ。その典型と呼ぶのは価格の追加方式だ。1本100ドルのデジタルペンというのは高く感じるが、マイクロソフト製のノート PC、サービスプロを2000ドルデカードを心に決めた途端、追加で100ドル払うことにはそれほど抵抗がなくなる。瞬間を作る。マーケティング機会は体験と記憶の狭間にある。記憶とは何か。記憶とは過去と自分を繋げようとする脳の試みである。 世界で最も驚きと感動を与える30秒のコマーシャルを作っても、視聴者が見渡った瞬間に忘れてしまうのは意味がない。実のところ人がブランドについて話すときに実際に参照するのは、過去の体験やその前に獲得したそのブランドやブランドの商品に関する知識といった記憶の集合だ。どのブランドも体験を記憶に変え、その記憶を効率的に引き出せるようにしたくてたまらない。消費者と繋がるには、消費者の記憶の一部、つまり過去の一部になる必要がある。記憶を符号化する。 出来事が記憶になるには、まず、その出来事は符号化されないといけない。符号化とは神経科学者を用いる言葉で、脳が出来事を痕跡に変える過程のことだ。符号化は動作らしし、痕跡はその結果生まれるものを表す。痕跡は物理的なもので、脳の中心部近くに位置する海馬で管理され、その後、脳の一番外側を大きく占める大脳筆で後半にわたって統合される。体験が記憶になるには、脳が文字通り物理的に変わる必要があるのだ。優秀なブランドは出来事そのものだけではなく、 その結果として生まれる記憶をうまく活用するような体験を巧みに生み出す。実は、出来事の不合格を推進し、脳により強い痕跡を残しやすくする要素というものを存在する。その起爆剤と呼べる要素を一つ、あるいは複数組み合わせて活用することで、ブランドは自ら目的に沿った記憶をより強く消費者のために残すことができる。起爆剤1、注意注意や最新の注意に向けるか、ほとんど意識しながらどちらかしかないわけではない。注意には様々な動いがあるし、分散されることも多い。 プリンストン大学のダイアナ・タミル教授は2018年に同僚ともに次の発表をした。コンサートのようなイベントを録画すると、そのイベントに関する記憶はただ干渉しただけの時より大幅に損なわれという。また、写真を撮っている時の記憶について分析した同僚の研究から、イベントを写真に収めた場合も記憶は低下することが分かった。なぜそうなるのか。静止画、動画を撮らず、カメラを通して体験すると、目の前で起きているイベントに向けられたはずの注意を添われ、結果として複合化されづらくなるからだ。 体験をデジタルで残すために使うツールのせいで、体験そのものを記憶する力が損なわれた何とも皮肉な話だ。不合格に注意が影響を及ぼすからこそ、プロダクトプレイスメントは映画よりコンピューターゲームで行うがはるかに効果ある。映画の観客が自動的で登場人物の身に起こる出来事を見ているだけだが、コンピューターゲームで遊ぶ消費者は能動的で最新の注意を払って自身の分身を動かす。そうした集中力の高まりはより強力な不合格をもたらし、 企業、をお金払ってゲーム内に設置した商品が動かされやすくなる。起爆剤に負荷。注意を引くだけなく、深く注意を向けずにはいられない刺激が存在する。それは負荷を消費させる刺激で、その種の刺激を受けると、消費者は目に知るものに対して考え込んでしまう。すぐには理解できないものを目にすると、ひた理解しようと注意を研ぎ澄ます。そうして負荷を考え込むと、考え対象をより丁寧に動かされ、より深く記憶に残るというわけだ。この発想をフォントを使って見事に図解化したものカーネギーメロン大学のダニエル・ペンハマ教授 2つのグループの学生に全く同じ物語を読ませた。ただし、物語が書かれた本とは異なる。一つは綺麗で読みやすいブロック体の本とでもう一つは少々読みづらい規則性のない本とだ。その後、教授は両グループに物語に関するクイズを出題した。すると、読みづらい本と読んだグループは読みやすい本と読んだグループに比べてはるかに詳しく覚えていた。体験中に注意を研ぎ澄ますほど動かされる記憶はより強くなる。脳が記憶しようと努力しない限り記憶は生まれない。ただし、難易度を上げさえすれば記憶が最大化されるわけではない。 脳が読むのを放棄するほどでないが、注意を払わないといけないくらいの難易度が求められるということだ。オーストラリアの RMT 大学の研究チームが、その難易度を見事に満たした本を創作し、三方撃化と名付けた。彼らが提示した証拠から、三方撃化で書かれた情報を読むと、他の本を取り掛けた場合よりも記憶に残りやすくなることがわかる。人の注意を引く完璧なバランスが取れているため、記憶が促進されるのだ。この完璧なバランスのこと,とオッペンハイムは望ましい難易度で呼ぶ。起爆財産、感情の喚起。 感情は瞬間接着剤のように注意と記憶をくっつける。感情的な体験を生まれると脳は直ちにそれを優先事項とする。感情に関する記憶を優先するということは進化の過程で重要な意味を持つ。動物におかけられた、木の実を食べた、具合が悪くなった、といった感情を大きく書き立てられる記憶は、生存の確率を高める上で覚えておくに値する記憶なんだ。感情はどの出来事に重要を追っ取り上げて、不合格を促進し、痕跡を強化するかを教えてくれる。例えば交通事故など、感情を大きく書き立てられる体験は、 車の目的地に無事に到着するといった退屈でありふれた体験より強く記憶に残る。だがこの優先順位付けは体験に限らず文章な単純な刺激を受けた場合でも起こる。愛、像、幸福といった感情を書き換えられる言葉は机、お金、高速道路などそうでない言葉に比べてより高い確率で動化されて記憶に残る。それを思えば屋外航空、バナー航空、検索結果といった様々なアーキティング場面で、ね、感情を呼び越す言葉を大々的に使って注意飛行とするのを頷ける。起爆罪音、音楽、 音楽は脳に与える影響が多く、また音楽にまつわる曲が非常に長く定着し、いつまでも色あせない。音楽には記憶に深く入り込む不可思議な力があり、記憶の中ではほぼ透明状態なのだ。流れに渡たって聴いていなくても、曲を見にした途端にメロディーや歌詞が蘇る。シャワーを浴びているときになぜか Call Me Maybe というフレーズが頭をよぎった経験がある人なら、頭に曲がくびりついて離れるという状態がどういうものかはわかるだろう。アメリカの音楽は確かに印象的だが、この現象は文化の覆面を超えて起きている。 そういう曲はフランス語ではミュージカテンタンと、イタリア語ではカンツーネトルメントーネと呼ばれる。英語ではイヤーアームという表現を用いられる。イヤーアームは他の超覚的な記憶と違い、勝手に思い出されて頭の中で流れ続ける。イヤーアームはイライラさせられることはあるが、自然に記憶は再生される。そしてその度にその音楽にまつわる記憶は一層強化される。この現象は、たとえそれが好きな曲であっても、ブランドの最新のジングルであってもお構いなしに起きる。 ブランドは高級 CM などを通じてインタラクティブな体験を提供し、消費者の感情に訴えかけて注意をつかもうとする。消費者は拒もうとしてもなお、自社ブランドのロゴを好き勝手に消費者の頭の中に出現させられるようになったらどうなのか、想像してみてほしい。ブランドが作成したジングルにはそれはできる。つまるところ、ジングルはブランドロゴのオーディオ版なのだ。ナイキの Just Do It というスローガンは素晴らしいが頭にこびりつくことはない。だが、マクラナードの I'm r o n i n g It は頭にこびりつく。なぜそうなのか。 のをすれば音楽にまつるる記憶となるからだ。潜在記憶脳は意識の外にある出来事の記憶も不法化する考えていない時であっても記憶は絶えずスイッチが入った状態なのだ私たちが意識していない時ですら記憶は必ず痕跡を残す直感的に記憶を蓄えようとしなければならないものだと思うかもしれないが実は全くそんなことはない脳はパターンを探すマシンであり常に情報を取り込んでいるその情報の大半は記憶の痕跡を形成し好むと好まざるにかかわらず 私たちが全く意識していないところで積み重なっていく。神経科学者たちはそうした記憶のことを潜在記憶と呼ぶ。潜在学習と子供の脳。潜在学習にたけているのは何と言っても子供だ。人は誰でも少なくとも一つの言語を習得することができる。言語は膨大かつ複雑で非常にコンビニなシステムだ。そのシステムを幼い時間学ぶ努力とさせず習得できる。生後6ヶ月でディオリングやロゼータソンとしは学習教材を講読する人はいないし、フラッシュカードを使って基本的な語彙を覚える人もいない。 にもかかわらず、ほとんどの子供は、4歳になる子どに5000語以上の言葉を知っている。何十年またう調査から、親は教える意図を持って子供に言語を教えていないと分かっている。つまり人はみんな幼いうちに置かれている環境に存在することだから、言語的知識を潜在的に吸収するのだ。子供はスポンジだとよく言われるが、この表現、いかにも程がある。幼いうちから潜在的に学習できるのは言語に限った話ではない。潜在的に学ぶことのほとんどは、大人や子供の方がうまい。大人になってから学国国を学ぼうとすれば、身にしびてわかる。 単語があって必死に覚えようとしていると、2つの言語に囲まれて育ち、小さい頃からバイリンガーとなった人を羨ませないでられない。子供の脳は常に吸収する状態にある。この事実についてちょっと考えてほしい。特定のタイプの企業に対し、子供に直接向けたマーケティングを行わせたい規制はある。そうした規制は優れた尺度だが、誤った安心感を生む。明確に子供をターゲットにした商品広告や、さらに言えば消費の世界自体がなくても、幼い子供たちは言語の学習と同じように情報を吸収するからだ。 ウェブサイト、テレビ、モバイル機、ソーシャルメディア、コンピューターゲームに表示される広告を思い浮かべてほしい。子供たちは何百というブランドの何千という広告を繰り返し浴びていて、彼らのスポンジのように素直に吸収する脳は絶えずこうした情報を取り込んでいる。幼児や児童向け番組を専門とするチャンネルのニコロ・デオンが調査を実施したところ、あまりにも大量の広告を浴びているせいで、子供は10歳の誕生日を迎える前に300から400のブランドを記憶すると判明した。 そして奇妙なことに長きにわたって記憶が残るいくつかのブランドと関係を築けながら成長する。親の知らないところで子供に友人ができるようなものだ。大人になってから自分の中にはブランドの記憶に解雇の情のような好意的な感情が結びつくと、そのままブランドを子供の気持ちが高まる。ドナルド・マクドナルドを例にしよう。多くの子供は食べ物にお金を払えるようになる前から、マクドナルドというファーストフードブランドを記憶する。非営利団体ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズは、 ファーストフードブランドはマクドナルドから法的に独立させ存在で、子供の福利の向上を公式なミッションとする。だが、マクドナルドから多大な支援を公然と受けていて、その主な活動の一つは、フライドポテトやハンバーガー、それにも,もちろん、ピエロ姿のドラード・マクラウンドの着ぐるみを着た社員が小学校や中学校を訪れて、健全な食生活の推進というメッセージを広めることも含まれている。つまり、ドラード・マクラウンドという非営利団体をトレの目馬にした活動を通じて、マクドナルドは子供の心にブラに対する好意的な記憶を植え付けているんだ。 その記憶を持ったまま子供たちが成長するとファーストフードを選ぶとき、黄金色をしたおなじみの M 型のマーチに引き寄せられるようになる。感情の記憶とピークエンド効果。感情は記憶の対象を変えるだけなく、覚え方にも影響を及ぼす。記憶そのものの性質の形成にも影響するのだ。出来事が記憶されるときは、その全てが平等に保護されるわけではない。最近の旅行のことを思い返してみるといい。旅行のあらゆる面を平等に思い出せるだろうか。もちろんできない。他に比べて強い子の付側面は必ず存在するのだ。 その背景に一つのパターンがある。そしてそのパターンは、血腸内視鏡という思いもらわない機器の使用によって明らかにされた。ダニエルカーネマンは、血腸内視鏡検査を受ける患者を対象に実験を行った。それは、手で操作できるダイヤ式のつもりを使って、その時に感じる普通の度合いを伝えてもらうという、検査だけはまだ普通が足りないと言わんばかりのものだった。検査が終わると、患者はその体験に関する記憶について尋ねる簡単なアンケートにも答えた。それと、思い出したことを報告した頃から、体験が記憶される時のパターンが明らかになった。 実験作した患者が抱いた検査全般に対する苦痛の記憶は彼らが報告した純粋な痛みとほぼ無関係だった。むしろ彼らの記憶は次の2つの要素に結びついていた。一つは彼らが味わった痛みのピークだ。検査の途中で唐突に激しい痛みを感じる瞬間、例えば意識が結腸なし境を操作する手を滑らせたといったことがあった患者は、それ以外の時につまみを介してどのような報告をしていようと、検査全体の痛みはより強いものと記憶していた。10段ある津波で報告した痛みの平均は5でも、ピーク時の痛みが8だった場合、 脳は体験の全体の痛みを5より8に近いものとして記憶するのだ。患者の体験に関する記憶に影響を与えたもう一つの要素は、体験の終わりだ。検査を終えた時の痛みが7で、つまり報復した痛みの平均が4だった人は、4ではなく7に近い痛みだったと記憶していた。この二つの要素から、検査時間を実際に伸ばしている次の実験が生まれてしまった。ただし、患者にあまり不快感を与えないように、追加された時間は内視鏡のチューブを体内に放置するというだけでに留めた。それだけでも不快感は当然あるが、 実際に検査を行っている時と比べた痛みがはるかに少ない。すると、時間が延びたバージョンの検査を受けた患者の記憶は、明らかに他の患者に比べてはるかに痛みが少ないものとなった。検査時間が伸びたのだから、実際に痛みは増えたにもかかわらず、検査の記憶はかなり好ましいものとなったのだ。今挙げた二つの要素の発見は、ピークエンド効果と呼ばれている。この実際、痛みには苦痛の短期を通じて発見されたが、人間の記憶に一貫して見受けられ、喜ばしい体験にも等しか当てはまる。 複合化を目的としたブランドを生み出す体験。インタラクティな体験は消費者を向ける注意や彼らの生じ負荷場合によっては感情棒を増大させる。それに、記憶の生成にとって理にかなった体験なので、ブランドにり上げをもたらす。実際、イベントマーケティング協会が毎年実施するイベントトラックという調査では、消費者の人にち3人がブランドが構築した体験をすると、そのブランドの製品を買いたくなると答えている。では、ブランドを構築する体験とはどういうものか。例えば、ピアノの製造会社が地下鉄の駅の階段の一部を広告スペースとして購入し、 そのスペースをピアノの鍵盤に乗り換える。そこに企業のロゴを加えたあら不思議。ブランドを構築する体験の完成だ。鍵盤を踏んだら音が鳴うにすればなお良い。他の総称を黒を味わせることも体験を創出する上で有効だ。企業が少々楽をすると言い換えてもいいかもしれない。冷凍食品ブランドのリンクイジーが2015年にニューヨークのグランドセントラル駅構内に構築した体験は楽どころの話じゃなかった。彼らはまず同ブランドの商品を宣伝するポスターを掲示する代わりに小さなブースを設置した。 この字が直ちに通行人の注意を掴んだ。ブースの方はポスターよりはるかに多くの注意を引きつけるのだ。しかもそのブース自体が一種の負荷という形でインタラクティな体験を提供する作りになっていた。単純な看板工具と違ってブースに測りが置いてあり、通行人が使えるようになっている。ただしそれは体重を測るためのものではない。そこには体重への不健全な執着をやめ、一人の人間として何の価値をもって測られたいかを決め、それを測りに置きましたと書かれていた。 ある女子学生は学部長を表彰者に選べたことを通知する大学からの手紙をいた。その重さはどのくらいかと尋ねられると、彼女はとても測定できませんと答えた。別の女性は離婚手続きの処理を置いた。それは困難を乗り越えた象徴だという。また、自分の娘を深くに乗せた女性を見て、女性は母性でかられたいとのことだった。彼女たちはほんの一連過ぎない。このキャンペーンを通じて、リーンクイジには注意、負荷、感情を使い、記憶の不合化を最大化する体験を生み出すことができた。 キャンピングカー中にグランドセンター駅にいた人やキャンペーン動画を見た人はリンクイージーが構築した体験の記憶が深く脳内報告された。その効果は過去に最も消費者の目を奪ったポスターですら立ち打ちできないほどだった。同ブランドが販売する商品の写真を一枚もつかずにそれを実現したのは何ともひねくだい話である。記憶をリミックスする。過去をたどると人は前へ進む。現在の瞬間に見直すことは可能な。過去の出来事そのもののカーボンコピーは存在しない。近くと同じで私たちのようなメンタル問題だけだ。 要は脳が想像した過去をしか持ち合わせていないのだ。人は映像、音、ストーリーを呼び出し、早期した通りにその出来事が起きたと感じる。誰もが自分の記憶は正確かだと思っているし、不合化は記録、早期は再生なのようだと思っているだろうが、実はそれは間違いだ。現実はというと、不合化した出来事を早期しても、それは曖昧なものでしかない。ある出来事を脳内で再生した時に出てくるものは、オリジニアというリミックスに近い。知覚と同じで、記憶もまた最善を尽くした推測であり、非常にバイアスかかりやすく影響を受けやすい。 同じ出来事を体験していたお二人いても、早期する中身は大きくかけ離れてい,いるだろう。加えて、早期する時に、そばにいる人や、その人ときの気分など、様々な要素によって想起される内容は変わる。実際にはなかった出来事を思い出すことがあってもおかしくない。私たちが記憶だと思って想起するものは、実際には動かされたオリジナルの出来事を再構築したものに過ぎないのだ。記憶の過敏性。記憶が信じ難いほど時代が形ち上い現実が一番よくわかるのは、カルヒフェダイアーバンインコン診療者、レリザビス・ロフタスの研究室が学ん実験だろう。 ロフタスたちは単純かつ暗示的な質問をいくつか投げか,かけて、実験参加者の頭に誤った出来事を植え付けた。脳は点の情報をいくつか与えられると、自分の知識に住みかそれらに馴染む情報をつなげる。そうすると、あら不思議、記憶の完成だ。そして一度植え付けられたら、その誤った記憶が他の記憶、つまりは実際に体験した本物の記憶と区別がつかなくなってしまう。ロフタスたちの調査結果が、目撃者の証言のせいで疑いを投げかけるものだったことから、裁判所の観光が変わった。 とりわけ質問する弁護士が特定の記憶を目撃者に思い出したいと思っているケースではその疑いが強くなる。要するに記憶が再構築されるプロセスは非常に精度覚悟なのだ。脳が覚悟できることは情報を保存し、それらを取り出そうとするだけで誤りや過敏性が生まれてしまう。状況が全てよくある。記憶はどれほど不正確だとしても、その量は膨大で内容も細かい。あなたの記憶はデジタルデータのようにダウンロードできるとしても、全てが収まるハードドライブ見つからないだろう。過去の体験の記憶は文字通り何百万とあり、 理論的にはいつのでも早期できようとになっている。ただし、人種の貴重な記憶が一度に全部磨ることはない。人はなぜ特定の時に特定の記憶について考えるのか。膨大に溜まって不完全な記憶から、早期するものを自分から進んでエリりすぐることはほとんどない。早期される記憶はその時の状況によって決まる。長らく耳にしていなかった青春時代に流行った記憶が書ければ、何にも早期していなかった昔の記憶はどっと押し寄せているに違いない。そうなるのは脳には、不合化された記憶とと,ともに体験の細部も詰まっているからだ。これは体験の記憶に限った話ではない。 知識に転じた記憶にも該当する。いつも同じコーヒーショップの同じ席に座り、同じ音楽を聴きながらテスト勉強をしていた人は、そのコーヒーショップのその席に座って同じ音楽を聴くと、勉強した内容を思い出しやすくなる。ガムを噛む、同じ服を着るなどは、は状況を思い出すヒントとしては弱くなるが、それでもやはり早期を促す。水中で名称リストを学習する実験によると、リストに含まれていた名称は、陸より水中にいく方が思い出しやすくなるという。別の調査では、部屋によって体験が変わると、時間の認識が歪められることは明らかになった。 4時間のパーティーをずっと一つの部屋で過ごすのと、1時間ごとにそれぞれ違う4つの部屋で過ごすのとでは、同じ4時間でも前者の方が長く感じるという。人のもてなしにだけた主催者は、状況の使い方が心得ていて、場所によって何をするかを変えることで、来客を楽しませ、記憶に残る体験を生み出す。オードブルアリビング、メインの食事はダイニングで提供したら、テラスでれて価テレを振る舞い、書斎でハマキャブランディを進める。使う場所を複数に分ければ、客人がこうした楽しい出来事を翌日に思い出すときに、記憶が混ざりづらくなる。 状況は行動を威発する。人間の基本的に先のことを考える臓器で実用文字にはできている。過去と繋げようとする脳の作用は未来を最適なものにするために行われる。過去を振り返る能力は素晴らしい痛となり得るが、その際の精度は記憶の重たい向きにとっては二の過ぎとなる。だから前に進むで問題ない程度の過去の理解しか想起してくれない。自分自身、自分を取り巻く世界、自分の原点の記憶がなかったら未来の行動の確かにどれも生まれない。それに行動の記憶と同じで記憶を埋めた状況に影響されやすい。 影響が最も顕著になるのは、かつて学習した関連づけを呼び起こされた時だ。ノース・レスタン大学で実に素晴らしい研究を行えた。研究者たちは実験への参加者を一般公募し、無作為に二つのグループに分けた。そして、一方のグループに意師の白衣を渡し、もう一方のグループにありきたり不断気を与えた。それを起きてテストに回答してもらったところ、白衣を着たグループの方が答えの正確性やテストに対する集中力がはるかに高かった。なぜそうなったのか。時間が経つにつれ、脳が無意識のうちに意思に知性や生活だとの関連性を乱したからだ。 私たちが生きている中で構築した意思という概念には知的や成果といった特徴が含まれる。そのため、意思の格好をすると、そうした関連付けが呼び起こされ、結果として行動が変わる。大好きなアスリートを着ているジャージャーシューズを身につけるとプレイの質が向上する。少なくとも、いいプレイができるようになる自信が生まれるのもおそらくは同じ理由からだろう。衣服のような単純なものであっても、学習した関連付けに何にして死んだ状況が伴えば、記憶、訴え度、ひいてや行動に多大な影響をぶすことができるのだ。今度は音楽で考えてみよう。 バーで飲んでいるときに、リルジョーのショットが流れることがあったら、置かれた状況を意識してみてほしい。曲が流れるたびに、バーにいる客は、曲のことを頭に思い浮かべる可能性が高くない。その結果、ショットドリンクを注文する可能性もある。バーを儲けさせる行動の引き金となるのだ。脳が状況と行動を自然に結びつけるところに、ブランドは行動を誘発する機会を見出している。キットカットの昔懐かしい、Give me a break, me a break. break me off a piece of that kit cut bar というジングルはその恒例だ。 ネスレはこの CM を通じて休憩を取るという状況にキットカットを食べるという行為を巧妙に結びつけた職場でや昼休みになったらキットカットを食べる勉強の途中で一休みしたくなったらキットカットを食べるという具合だまた身に残るジングルのメロディーのおかげで状況と行動の結びつけ一層強くなった一度このジングルを聴いたら頭が離れなくなるそうなったら誰かはさあ休憩の時間だという度に頭の中でどの曲が流れるのかより想像がつく 状況と見事に結びつけたキットカットの成功はそう長くは続かなかったが、次に紹介する部分ドと違う。まずは次の場面を頭に思い描いてほしい。あなた今、休暇中でどっか暖かい家にいる。気温も完璧で当たりはとても静かだ。車も人混みもなく聞こえるのはそばに打ち寄せるようなの音だけ。ビーツのすがしい香りに囲まれ、つま先は砂と戯れている。では今から少し時間を取って、この状況にると本気で思い込んでほしい。それができたら今度はウェイターができて、ビールはいかがですかと尋ねる場面を想像する。 すると、ビールが頭に浮かぶ。おそらくはコロナビールだ。コロナビールは何十年も経って消費者の意識に入り込み、ビーチと結びつきを強固にしてきた。その関連付けは偶然に生まれたものではない。ビールの選択肢は膨大にある中で、消費者の目が引くとともに、彼らに自発的に思い浮かべてもらうビールになるにはどうすればいいか。状況を自分のものにすればいい。状況を自分のものにするというコロナビールの目的は、彼らのキャッチフレーズである人生やビーチだにはっきり表れている。状況に行動を誘発する力があるのは事実だが、 それは企業の中で恨み出るる。こともある状況との結びつきが非常に強い消費の場合状況は売上増の一番障害にもなれるのだ例えばシャンパンは特別な日と結びついているお祝い事というとシャンパンの栓を抜く場面が思い浮かび栓が弾け飛ぶ音が聞こえるシャンパンは特別な日だけのものと捉えた人も多い高価でボトルから吹き出すということを別にしてシャンパンにはそもそもお祝い事に用いるべき具体的な理由は何もない 実際、泡立ちのいい高級なクラフトビールブランドのいくつかは、お湯が豊市場にうまく進出を立し、シャンパンと並んで、明いい時にせいやを抜いて、泡を溢れさせる飲み物の選択肢に赤間りした。こうした競合が増えたことから、シャンパンを扱う会社は、特別でない時にもシャンパンを飲もうと呼びかけて、愛飲者を飲もう増やそうと試みている。これまでに気づいた状況との関連性を打破しなければならなくなったのだ。状況は習慣も形成する。状況と行動の結びつきを長いスパンで観察すると、人間の行動はルーティン化しやすいことをよくわかる。 人間は習慣の生き物なり、ほとんどの考え方は一貫した行動をとるのだ。そうした習慣の形成に状況は多大に関係する。状況との結びつきを強く組み合わせは何かと考えてみてほしい。例えば映画館とポップコーン。リューク大学のグレッグ・バーンズの調査により、映画館でポップコーンを食べる傾向の人は、映画館にいるとほぼ必ず食べるという事実が軽減された。そういう人は食事をしたばかりでお腹いっぱいでもポップコーンを食べる。そういうところは、実験のためにわざとかたく作ったポップコーンを出しても、彼らは食べたという。 学校の図書館などの違う状況になると、映画館でポップコーンをいつも食べる人たちも、お腹いっぱいのときや硬いポップコーンを出されたときは食べなかった。映画館という状況から外れると、ポップコーンの呪力が溶けてしまうのだ。人は一貫性を保とうとする。決断下して前に進みたいなら、脳は一貫した自我を生み出し、それを維持しなければならない。自分のところでの人たちを判断しようと思ったら、まずは自分自身を理解する必要があるということだ。そこで鍵となるのが記憶だ。記憶は自我を無傷に保つ生茶薬となる。 記憶は自我の連続性を保つ次第なのだ。現実には人は体質が進化し、変わり続ける。生物学の観点から見ると、私たちの細胞ですと、7年かそこらへ完全に変わる。この変化の間もずっと、記憶とその過去と繋がてことができる能力があるから、私たちと一貫した自我を保っていられる。毎朝目覚めると、身体的な要素は多少変わっているものの、記憶は一貫して整合性のあることとしてまとめ上げてくるんだ。しかも、独自にリミックスされた記憶によって構成される個々の自我の方も、一貫した状態をさせようと働きかける。 新しい何かに遭遇したり、新たな決断を下すことになったりすると、整合性の解いた直と矛盾のないように対処しようとする。古代の中の矛盾が生じれば、侵略用語で言うことこの認知的不評和を招く。これは理学の分野で最も早くに発見された現象の一つあり、その影響は極めて強い。自分の思いと行動に矛盾があると、人は不快感を覚え、その矛盾を解消したくなるのだ。例えば、あなたはベジタリアンで肉は食べれないという信念を抱いているでしょう。ある時、友人と一緒に飲みに出かけることになった。 そして、ありよありよと楽しい夜を過ごしていたら、午前の2時にタクソの道で行き着いた。そういう状況になれば、酔っている人がそれほど無理知りされなくても、牛肉を使ったカルネアスラタクソを食べても不思議はない。もちろん、そうすの矛盾が生じる。肉は食べないという信念に、カルネアスラタクソを食べたという事実は矛盾する。このままではいけない。この認知的不要を解消しなければ。方法は2つ。1つは事実を否定する路線で、タクソを食べたというか、ちょっとかじいただけ、食べたうちに入らないという具合だ。 あるいはおそらくこちらの方が合理的だと思うが、自分のとった行動を受け入れて、それまでの信念や自意識を見直す方法もある。軽めやサだタたこそ食べたのは間違いない。基本的に肉は食べないが、たまに食べることもある。と自分に言いかせるんだ。認識表はマーケティングの黒魔術だ。消費者に対し、自身がお目がかく、自分と現状の自分の間にわざと不況を生み出せば、認識表を与えることができるのだ。この手法を取り分け、ライフスタイルに関係するブランドの顕著で、彼らは高校を使って、 憧れているものやまだ成し遂げないことを消費者に思い出せるメッセージを送る。例えば日産のエクステラという SUV は20代半ばか20代後半のごく普通の人が砂丘という普通走らない場所でエクステラで走る高校が点火した。エクステラの CM はエクステラで砂丘を登り切ると乗っていた若者たちが車から出てきてスノーボードで砂丘を滑り降りる場面で幕を閉じる。日産がこの高校で伝えたいのはイケてる若者は日産の車を買ってこういうかっこいいことをするというメッセージだ。 CM を目にしてそのメッセージを受け入れ、自分をイケてる若者だと思っている場合、あなたの脳はその思いとエクステラを所有してないことの間に生じる矛盾を解決しなければならない。その場合、エクステラを購入してイケてるという思いを保ち続けるか、エクステラを購入せず自己評価を見直して実はイケてないと思い直すかはどちらかになる。エクステラの CM のように消費者に憧れ抱かせるための報告は、著名人の推薦や匠ドライビング演出といった表な声が書かれてて、 じゃ商品に好意的な属性を結びつけることで効果が発揮される。広告としでクール、魅力的、成功者になりたければ、この商品を持たなければならないというメッセージを投げかけるんだ。この国の主張を案に受けるために、脳をエクステラに突きつけた問題を解決せざるを得なくなる。二つの意思。消費者が決断を下すときに衝動果たすさが変わり。私たちが決断を下す理由の大半は、主に制御の仕方に帰着する。要は慎重に考えるプラスはどのように制御をするかで決まるのだ。 そのやり方は直感に下がって行動するか、意識して自らの意思決定プロセスを支配しようとするかのどちらかになる。私たちの脳の初期設定はシステム1で、システム2は例外だ。システム1のような意思決定の仕方は、オートマ車を運転するのに似ている。車のボーネットの中で起きている一切について考える必要はなく、ただ運転すればいい。一方、システム2のような意思決定の仕方は、マニュアル車の運転に近い。エンジンの速度や速度計、ギアの状態などについて濃度的に考える必要がある。 このマネーマネモードでは時間をかけて合理的かつ経過的に分析した上で決断を下す。初期設定モード、人を向ける中に限りがあることに加えて処理する情報について深く考えたがらないところがある。他の条件が全て同じなら脳は思考が少ない方向のみ。解決策へのラグリッツたどり着けるルートがあれば毎回必ずそのルートを選ぶ。脳には自適労力最小化の法則があるのだ。だが、数読やクロスワードパズル、ジグソーパズルが好きな人についてはどう説明できるのか 確かに特定の種類の思考や知的興奮本質的に楽しいところを感じる人はいる。しかし、日常ベースなど、それ自体は楽しくない思考を強いられれば、パズル好きな人の脳であっても、考える能力を減らそうとする。これは知的労力最小化の法則だ。もちろんこの法則が意思決定に対してのた大な影響を及ぼす。それはシェーン・フレデリックをダニエ・カーネーマンの有名な実験に実証されていて、カーネーマンの著書、ファストスローでも言及されている。彼らは実験の参加者に次のシナリオを提示して、瞬時に回答することを求めた。 バットとボールの料金は1.1ドル。バットはボールより1ドル高い。では、ボールはいくらか。あなたが実験に参加した大半の人と同じだ0.1ということにたどり着いただろう。この実験は MIT、プリンストン大学、イエール大学に在籍する大学生を対象に行われ、約50%同じ回答だった。だが、ちょっとした計算を行えば、それは不正解だとわかる。ボールが0.1ドルなら、それより1ドル高いバットは1.1ドルとなり、合算すると1.1ドルで約1.2ドルになる。 シナリオの要件を満たすには、ボールの価格は零点零五ドルとなるはずだ。そうすれば、バットの価格はそれより一度高い一点零五ドルとなり。バットとボールの合計額は一点一度となる。このシナリオを初めて読んだ人の大半は、直感が最くボールの価格は零点一度という回答。頭に浮かび、それをそのまま答える脳はその答えで十分満足し、わざわざマニュアルモードで切り替えて、さらなる分析は行わない。答えが間違いあっても関係ない。思考を止めても大丈夫という安心科がやっかいなんだ。 脳の怠惰のせいでマネオモードに切り替えて思考することは口で言うほど簡単にはいかない。初期設定を定める。消費の世界では人々の行動に影響を及ぼすことを目的して初期設定を作ることが可能であり、安全で表明上リスクのない現状は自然に継続される。ニューヨーク社はおそらく、未だ Uber エ l クト t との数のタクシーが走るアメリカの最後の都市だろう。2007年、クレジットカードでタクシーの支払いができるようになると、その支払いシステムには巧妙にもカードで払う際のチップの割合が初期設定に組み込まれた。 20、25,30%、はいずれかを選択するのだでは10%に15%にしたいときはどうすればいいのか初期設定から離れて一歩踏み込まねばならない自分でチップの金額を計算するのだ現金で支払われていた頃ニューヨーク市でタクシーに乗った時に払うチップは料金の10%が相場だっただが新たにクレジットカードでの支払いの際の初期設定が導入されてから相場は22%に跳ね上があった3つの選択肢を初期設定にしたことでタクシーの売り上げは年間1億4400万ドルも増えたという 消費者がそうした初期設定を意識することはまずないので、考案者の思い描いた方向にいとも簡単に誘導されてしまう。一度誘導されてしまったら流されずに抵抗することは自然の技だ。便利を初期設定にする。スマートフォンやスマートウォッチといったテクノロジーの登場により、オートマチックモードで買い物するのはかつてないほど簡単になった。オートマチックモードの脳は決断したい商品が飾られると、最も深く作らない道を探し求め、その時にテクノロジーは潤滑を譲して作用する。 NPR が2019年に発表した報告では、アメリカ人の80%近くがオンラインで買い物し、スタティッシャーによる2019年のレポートでは、オンラインで買い物するアメリカ人の40%以上が1ヶ月の複数回オンラインで買い物することが明らかにされた。かつては車に乗り込んで目的地まで運転し、駐車して車から降り、店内を見て回ってよ約をに至った。だがしかし今では、頭の中で思い描いてデバイスに接続するだけで済む。マニュアルモード。脳は基本的に流れに見分かせることを好み、オートマチックモでたがる。 だから時には知的エネルギーが働かせ、マニュアル操作室になる。マニュアルモードとオートマチックモードを直接しようとする状況になると、科学の世界でストロップ効果と呼ばれる現象を招く。この現象を起こる典型的な例として知られるのは、文字が表す色とは違う色のリンクで書かれた文字のインクの色を口頭で答えさせるというものだ。文字が意味するよと、実際色に書かれている色が同じではなくもなく答えられるが、そうでないと答えるまで時間がかかる。 それは読むという優位に起こる反応を抑え、インクの量の名称を確認するという非直感的なことを真似で行わなければならないからだ。オートマチックモードを無効にするには、ゆっくりと審議するものが必要ない。何かについて意識的に深く考えるし、流れに身を任せてはいけないということだ。所定の状況でオートマチックモードに取る行動は、育った環境や時間をかけて慣れ親しんな環境で決まる。そして、その環境から抜け出せない限り、オートマチックモードで実際に取る行動を自覚することはない。 例えば生まれ育ったアメリカからイギリスに移った途端、様々な困難を体験することになる。よく知っている街や都市で道路を渡るときはほぼオートマチックモードでいる。だから歩きながら別のことを考えるのはもちろん、会話をしたり音楽を聴いたりしがら歩くことなればスマートフォンに入力することだってある。しかし、アメリカからイギリスに移ればオートマチックモードは使えなくなる。イギリスやアメリカとは逆に車は道路の左側を通行する。道路を横断するときに車は来ないかと左を見るオートマチックモードのドはイギリスではもは通用しない。 マニュアルモードで対応する必要がある。マニュアルモードで脳を働かせることなので、以前は簡単に感じていたことを苦労に感じるようになる。オートマチックモードがマニュアルモードに行こう可能にするものではないかそれは神経科学の世界で認知制御と呼ばれるものだ。これは衝動を消すのではなく、衝動を抑制する働きのことだと思えばいい。人は皆、あの美味しいハンバーガーを食べたい、勉強するのではなくてテレビを見たいというように、特定のことをしたくなる衝動にかられる。マニュアルモードは衝動に対する意識のようだ。 このモードになることで、衝動に従った場合と満足を先送りにした場合は検証できるようになる。どちらの道を選んだ方がより大きな報酬を手にできるのか検討するんだ。だが、衝動を育成する力を一切働かせなかったら、目の前にある一番魅力的な選択肢を常に選ぶことになる。マニュアルモードを介して認知制御を働かせない限り、先を見せた報酬を優先して、最初の人たは強い勇気を払いのけることは不可能だ。衝動を育成する研究には目を見張るものがある。その典型的な例として知られるのがマシュマロテストだ。 ここれはは幼い子供をラママシュマロは1個ありますすぐに食べてもいいですが、10分待つとマシュマロをもう1個あげますょと告げるという単純なものだ。数分で諦めて食べる子供よいれば、ほぼ問題なくきちんと10分待って2つのマシュマロを楽しい子供もいる。初めて行わたマシュマロテストの結果は、満足を先送りできる能力と人生の後半で手にする様々な重要な成果には驚く関係性があるという示唆するものだった。 二個目のマシュマロのために10分をたことは、まあ、十数年後の大学入試室で優秀な成績を収め、いい仕事に就いたんだ。当然ながら衝動の不正は企業は消費者に一番やってほしくないことだ。クレジットカードなどに関係する情報を提供するクレジットカードドットコムの情勢によると、アメリカ人の48%が少なくとも1回は最近衝動買いした記憶があり、58%が衝動買いに100ドル以上を使い、20%が1000ドル以上を使ったという。衝動買いは危機のとおとてもありがたいものだ。 そのため企業は衝動に屈しやすいように消費者のオートマチックモードが抜け出せないようにする策を講じている。お腹が空いた状態を狙う。私たちが考えたからないのは物理的に消耗するからだ。脳をマリアムモードにするのは体に有処理であり、そのモードを維持するには身体的なギーが必要となる。そのエネルギー源ブドウ等だ。しっかりとした食事をとることがじっくりと考え、衝動に洗う鍵を握るのだ。図書館で長時間にわたって勉強したことがある人なら体が疲れて空腹になった覚えがあるはずだ。 ずっと座っていただけでもなぜかそうなる。たとえじっとしていても脳はその間ずっと忙しく働いていたのだ。代謝エネルギーが少ないとどんな決断をするときも最初の選択肢が魅力的に映る。考える労力を使わずに済むからだ。脳が疲れた状態になると衝動がしやすくなる。だから企業はそのための仕組みを考案してきた。平均的なスーパーマーケットの陳列を思い浮かべてみてほしい。列に並ぶ列のところにキャンディーなど衝動がしたくなる体によくなるそのお菓子がたくさん陳列されているには理由がある。 仮に、健康に本気で気を配っている客がいるとしよう。低糖質、低炭水化物と体にいい食品を選び、アイスクリームやポテトチップスと通りする。自制心を働かせて、いらないと自分に言い返せることで、マニュアルモードを作用させるんだ。幸いそれで欲望を抑えることができた。見事に打ち勝った。しかし、自制心はハマーのガソリンタンクのようなもので、あっという間に空になる。その状態で美味しそうなおやつが陳列されている列の前にやってくる。普通なら不屈の精神で目の前の美味しそうなキャンディーバーをや過ごせる。 だが、店内で買い物をしているうちに疲れてお腹が空いてくると、精神が枯渇し、抗う力がかる。意思決定に空腹がマイナスの影響を及ぼすことは誰にも起こり得ることであり、実際に非常によく起こっている。社会で最も重要な意思決定を任されている裁判官ですら、驚くほど空腹の影響を受ける。仮釈放申請を検討する時間が昼休みに近づくこと、申請を認める割合が大幅に下がったという。なぜそうなるのか 仮釈放を許可するには慎重な審査が必要で、空腹の時は新規が水平のない決断を下す傾向が高まるからだ。物理的環境で使いさせる。買い物をするときの物理的環境といえば、ショッピングモールを思いかぶせるよはいらない。ショッピングモールは比較的新しい集めだ。1960年代に誕生し、オーソリア生まれの建築家、ビクター・ブレーンを生み出すとされている。グルーデンは商業の中核としてだけでなく、アメリカ郊外に暮らす人々の生活の中心として欠かせないものとなるようにデザインした。 職場や自宅を離れ、家族や友人と充実した時間を過ごせばにすることを目的としたのだ。彼は優れたデザインは優れた利益と同じだという理論を立てた。楽しめるスペースをデザインすれば人々はそこで過ごしたくなり、そこに入場に自然のお金を使うはずではないか。グルーエの理論は半分正しい。ショッピングモールをはじめとする近代的な買い物場は確かに消費を投資するが、デザインの作りさに関心をせようとしていない。むしろ逆で目まぐるしい刺激が多すぎる、方向がわからないといった感覚はあえて利用者を抱くようにデザインされている。 ショッピングモールの設計には直感的なところは一切ない。モールに足を踏み入れた時に生じる一瞬方向がわからなく感覚のや。最初にモールを設計した建築家の名前にとってグルエン効果という名称まで付いているが、彼自身はそうしたテクニックを取り入れることに抗議した。氷環境は消費者をマニュアルモードさせ、できるだけ長くその前とどめようにデザインされている。そうやってマニュアルモードして限りある認知能力を消滅するのだ。グルエン効果による感覚の過去化をやり過ごした強さも油断はできない。 ショッピングモールの設計者は、やってくる人の多くは、例えば靴は何か一つのものを求めてブロードしている。そして靴が一足りれ,れば嬉しいとはいえ、そういう人たちに靴以外のものを買ってもらうことは可能だとも知っている。靴屋が一箇所に集まっていれば便利なのに、モールの端と端に配置されていることは追いなすのがためだ。靴を求めて靴の店を行き来すれば、さまざまな商品で注意を引こうとする何十も店の前を通ることになる。そうして歩かせることで、消費者を肉体的に消耗させる。 ショッピングモールのエスカレーターは客を裏がせるほど良いと一層に基づいて設計されているほど多い。例えば1階から3階行こうとするとエスカレーターで2階に着いたらフラの反対側まで歩かないと3階上がれない。消費者から記力と方向感覚を場合とどの店もできるだけ効果で利益率が大きい商品を巧みに進めてくる。具体的には目線の高さにそういう商品を配置するのだ。その高さは失格の初期設定の位置でストレスなく一番楽に目を向ける場所となる。 知的労力最小化の法則に潰した位置が物理的になるとすればそれは目線の高さに広がる視界だ企業はその位置に商品を並べるために小売店舗に特別料金を払っている小売店には発売されてすぐにお買い得ない商品がある目玉商品だけを売っているとしたら小売店は利益が出ない破の屋敷で商品を提供するのは客を店内に呼び込むためだそういう店は客が来てくれさえすれば目玉商品に加えて定価の別の品も買ってもらえるという自信があるのだ 興味深いことに人はオンラインでなく実店舗で買い物するときのが衝動に変わりやすいという。2013年、オンラインコミュニケーションツールを開発するライパーソン社がグローバー調査を実施したところ、衝動的な決断はどこでも当たり前に行われているものの、実店舗ではオンラインの約2倍行われていると分かった。意図的に消費者を使いさせる環境を整え、ブロードを不足させれば売り上げアップは間違いなしだ。感情。認知の制限にとっての最大の敵はおそらく感情だ。 激しい怒りや悲しみ、幸福といった強い感情に取られているとき、人は理屈に合わない行動を取ることがある。だからといって、冷静に計算された決断が最善だと言うつもりはない。当然ながら、学歴に対するプライドは終始過程を終了する原動力となったり、子供への愛情が子供への対応を及ぼさせするように、感情が意思決定に大きなプラスに当たることはある。しかしながら、感情は得てして意思決定に悪い影響を及ぼしきつであり、感情的な行動を制御できるかどうかは、決断に大きな影響を与える。 決断の際に認知制御はあまり働かないと衝動的な行動を取りやすくなる。感情を刺激されるものに体力さらされていて、一日中それに対応うとしていたら、買い物をするときなど避けたいタイミングでオートマチックモードに戻ってしまう。消費者の感情に訴えるマーケティングは掃除で取り分け効果が高い。それは感情はいとも簡単に認知制御に打ち勝って人を行動に導いてしまうからだ。感情を伴うこはとてつもな,くもなく多く、またとてつもなくこができた。IPA の調査員たちは900近いデケーススタジオを見直し、 感情と合理性、それぞれに訴えた広告キャンペーンの説得力について調べた。結果一目不然だった。広告を通じて消費者を受け取る感情が多いほど説得力が高いと、はっきりと結果になられたのだ。おまけに一番効果が高かった広告キャンペーンは、合理性の要素はほぼ皆無だった。二つの意識、K ファクター。言うまでもないが人生に委託ではない。すべての決断が衝動まの中か衝動に上がるか、オートマチックかマニュアルかというように、どちらか二極されるわけではない。 その二つはむしろ繋がっているというのが現実で、認種制御を使って利用区の間行き来していると思えばいい。そして衝動に上がれる力のことを、脳科学の世界では契約だという社会であります。行動科学者は、異次点管制とで呼ばれるものについて調べた実験がある。もらえる金額とタイミングを変えて、実験参加者の反応を試すのだ。参加者は、今10ドルもらうのと、2日後に12ドルもらうのどちらがいいかといった二択のどちらか選ぶ。このような質問が、金額ともらえるタイミングをわずかに変えて延々と出題される。 すると、50問過ぎたあたりからパターンが顕著になり、その人が将来得る見返り、見先の報酬をどの程度重視するかが見えてくる。そうやって回数を重ねる中で、平均となったそのパターンから経営タ荷が明らかになる。経営負荷が高い人はマニュアルモード事故は続く。経営負荷が低い人は初期設定のオートマチックモードに流されやすい。経営負荷が低いと、長期的な利益の最大化効率をしなくなる。有名な最後通常ゲームを例にするとよくわかる。これは、一定額のお金を2人の参加者間で分けるというもので、 無作為に指名されたどちらかは1人が金額の配分を決めるただしあまり強欲になりすぎないよう気をつける必要があるというのはもう一方がその配分を受け入れなければ両者とも一切お金をもらえないからだゼロではないが不公平な配分が提示されると大抵の参加者は拒絶し相手が寿命多い額を受け取ることを許さず何も受け取らないことを選ぶただしこの選択は文化によってばらつきを見受けられるようだ不公平な配分を反射的に拒絶したくなるのは一般的な反応だ 最終的にどう反応を取るかは、結局のこと、罰したいという衝動を抑える能力の度合いで決まる。なぜそれが分かるかというと、個々の参加者の自制心度合いが、提案された配分を拒絶しない意思と高い相関関係にあるからだ。さらに、より分かりやすいと思われる証拠もある。最高通帳ゲームを行う前に参加者にアルコールを提供すると、高品な配分を拒絶する確率が拡大に高くなるのだ。経営ファクターが低い状態に向けた販売戦略。マーケターは消費者が弱さを見せる瞬間。つまりは経営ファクターが低い瞬間を捉ることで優勢である。 経営負荷が低い状態でな方は、小物かもしれない商品を売りやすくなるからだ。企業による期間限定セールは、消費者の経営負荷を下げて、オートマチックモードにするための餌だ。ファッション通販サイトのルドは、1年間期間限定で医療品セールを行うようになった。セール価格に有効期限を設け、残り時間を示す時計が画面に目立つように表示され、秒単位でカウントダウンされるような。安く買えるのは限られた期間だけとなれば、消費者の機械を伸ばすことを恐れ、強い感情が生まやすくなる。その結果、消費者の脳はオートマチックモードの決断へと追いやられる。 調査によると、13歳から24歳の年齢層における医療品購入の42%が衝動的で、予定ない買い物だという。年齢が我々は懸命になるかと言えばと、そうではなく、25歳から34歳の調査でも、ティーン世代と同様の衝動が見受けられた。理論的にも最も懸命な年齢とされる56から70歳の人々ですが、医療品購入の3分の1は衝動いだ。期間限定すれは、経営負担を下げるための販売制約の典型であり、 消費者に衝動を所持させた上で、できるだけ迅速かつスムーズにその衝動を行動に移せるようにしている。経営負荷が高い状態を向けた販売戦略。経営負荷が低いと向けたマーケティング戦略は、消費者に結論を急がせるものだが、高い場合は反対に決断のスピードを遅らせるものとなる。意思決定に時間をかけさせ、消費者が商品を購入するときにすでに自ら行っているなど、10個もたくに合わせるものとなる。それによって企業は何を得るのか。システムの思考への対策として、企業は長いものに任れの方針を採用する。 顧客が自社商品についてじっくりと考えると分かっていれば、それを逆手に取り、顧客が他切な言葉について考えるように導くことができる。要は自社での購入につながることについて考えさせるのだ。それにはウェブサイトの特性化して、熟考や検討の対象となるものを提示すればいい。エエバーノートの購入ページがいい例だ。エバーノートは顧客ベースを熟知していて、PC に詳しいユーザーは、単なる思いつきでメモを取るアプリの有料化にならないし、払ったお金でできることの全てを把握したがっていることを知っている。 よって、同社の購入ページは、縦に利用可能な1力の機能、横に料金プランを並べて,いて表示している。プランは、フリー、プロ、エンタープレイズ3つだ。回復不快イコール購入。回復回が購入どうかかるのか。スタンフォール大学で神経科学を研究するブライア・ナトスのチームは、AMRI を使った優れた実験を行わない、主に脳の回復周数と不快を尽くされる領域の活動の違いを通じて、人が物を買うかどうかの予測が可能になどを実証した。 貝は時給の参加者に商品を提示したときに測定され、不会は価格を提示したときに測定された。すると、会をつかさ領域の活動は、不会をつかさる領域より強いとき、公認に対する確率が非常に高くなった。反対に、不会が会を,を上回れば、購入にはほとんどにならなかった。つまり貝、会低不会イコール公認となるだ。これをもっと広く捉えると、何かに対して期待される会がそれを得るための不会を上回れば、人は行動を起こすと言える。会を追い求める。会というのは直感的だ。体験すればそれとわかる。会はこっちよく、もっと欲しくなる。 だから実のところ、長期的な気分、行動、幸福感に対して、会が持つ影響力を意識することは驚くほど少ない。会の奇妙な性質1、あっという間に消える。脳はなぜ何かを求めることに対して報酬を与えておきながら、その何かを手にしたときに報酬を取り添るのか。人に会を与えるものの多くは、生存の影を握るものでもある。生き延びるためには、セックスや食べ物など、生きてくるのに不可欠なものを絶えず追い求める必要がある。欲しかったものを手に入れたととに満たされてしまえば、それ以上探し求めることも、得ようとすることもなくなってしまう。 人参やついにぶら下げてお金もならない。満足と充足は生存と相いれないのだ。こういう理由から脳は満足や貝の体験をごく短いものにする。もっとせっかく言えば満足を得た瞬間の快を得る前より下げるのだ。このメカニズムは進化によって構築され、人はさらなる快をも絶えず求めるようになった。人を持つ新しい何か、より多くの何か、違う何かに対する欲求が尽きることはない。そうした割れない欲求があるので、消費の世界では消費者に何かを売る機会が無数に生まれる。 しかし、あっという間に消えてしまうという怪の奇妙な性質のせいで、何かを変わっても長い目で見れば不満を抱えた状態になってしまう。人は何かを追求して達成しても、それによる最初の爆発的な怪のとはかまり味わったら、次の何かの追求に移行する過程を繰り返すのだ。怪の奇妙な性質に偶然性を好む。偶然を好むという性質は脳にはっきりと見て取れる。2001年、神経科学者グレック・バーンズが予測可のな火は快楽体験に与える影響について FMRI を使って調べた。 隙間はとてもシンプルで、実験参加者に好きないうに断ってもらい、構内チューブを固定して小さな快楽が生まれるようなジュースをタイミングを変えて与えるというものだ。一方のグループには10秒後刻にジュースを与え、もう一方のグループには与えるジュースの総量は同じだが、タイミングは無作為にして予測できないようにした。すると、一定関係でジュースを与えられたグループに比べて、予測できない形で与えられたグループの複雑格の活動は目に見えて活発になった。また、予測できる関係でジュースを与えられた場合のみ、ジュースをもらうほど快楽の反応は弱くなった。 どんな報酬をいつもらうか分かっていると貝はどんどん小さくなっていく毎回新鮮に感じる貝は私たちが予測できないものなんだ偶然得られる回を消費体験に意図的に焼き付ければ大きな効果が期待できる調査によるとマグカップを割引価格で購入できる家には偶然が確得したと告げられた場合実際に購入しられた場合実際に購入人の数が3倍に増えたという回の奇妙な性質3人を未来に得られる回を即測する能力はとても低い30日間ただでアイスクリームをもらえるとしたらどのくらい嬉しいものだろう ダニエル・カーネマンはこの問いの答えを探すべくる実験を行った参加者に30日にわたって毎日アイスクリームを食べてもらったもんだ実験が始まると参加者は当然お喜びしたアイスクリームが得られる会は日をごとに増し30日後には会が最高潮に達すると誰も予想しただが現実はそれとはほど遠いものだった10日も過ぎないうちに実験から離脱する人が現れ最後まで参加した人は憂鬱な気持ちで実験を終えたアイスクリームを毎日食べると聞くと最高に思えるが実際にはそうでもないのだ こうした誤算を埋めた一円ははっきりとしている普段は玉のご褒美であるアイスクリームの貝が予測できるようになってしまったからだしかし人は何かを手に入れた時より何かを求めている時の方がより多くの貝を得ることができるため何かを欲している時に感じる欲求はそれを手に入れた未来に実際に味わう貝より常に大きくなるだから自分を本当に幸せにしてくれるものの予測を大幅に外してしまう貝の奇妙な性質4選択肢が多いほど貝が増えるとは限らない 選択肢が複数あれば、最初の選択に後悔しても選び直せる自由があると思うかもしれない。だが実は選択肢が多すぎると、不幸のためらいが生じに道に迷い込むことになりかねない。これは選択のパラドックスと知られ、2000年に発表されたジャムの調査と呼ばれ実験を通じて世間に広く認知されるようになった。ある日のことを高級スーパーで買い物をしている客が、ジャムが展示されているテーブル名を止めた。美味しそうなジャムが24種類並んでいる。別の日にそのスーパーに行くと、似たようなテーブルがあるもの、ジャムは6種類しか並んでいない。 すると、24種類飲むジャムを見た人と、6種類のジャムを見た人とでは、全社のジャムを購入する割の方がかなり低かった。また、選択肢が多いからといって、貝が強くなることもなかったという。事実、24種類あったテーブルか、実際にジャムを買った人の方が、6種類から買った人に比べて満足度が低かった。貝から深いへ、支払いの深いをうさせる。人は掃除とお金を手放したからない。購入時の脳内の活動神経科医者を調べたところ、支払いはまさに深いと言われるようになった。 FMRI を使った実験から消費の確率につ考えるとき、それも価格が高いだけの名をのこと、糖質の活動が活発なるとは明らかになったのだ。糖質は身体的に痛みや不快感が出会ったときに活動を起こす領域でもある。高人種の不快をやらげたいならもちろん価格下げればいい。だが、企業にとってはそれでは意味はし、売り上げも生まれない。値下げは収益の減少を意味する。高級品種は値下げはブランド価値の低下を招かない。そこで企業は不快やらげい物のほに注目している。 不快な認識する際の人間特に癖に働きかけることで、社会のプッシュで一緒不快を選げようとしているんだ。お金を手放すときの一番する形は、支援を物理的に手渡すやり方だ。金銭を創出する体験が現実系ほど不快感を増す。となれば当然、社会の体験が非現実系ほど痛みは少ない。こういう意味でもラスベガスアットでも危険だ。カジノや現金をチップに除外する。これは取引なので何かを失ったという感覚はない。ただし、現実の支援に比べたら、チップの思いは少ない。 チップを失うことの痛みはどんどんまひし、その結果はどんどん書け続ける。チップよりもさらに現実味をするようなクレジットカードだ。消費者がクレジットカードで買い物をすると現金比べてはるかに多くの金額を使う。それに買い物頻度も上がる。クレジットカードを使うことが単純にお金を使うという考えではない。カードを機械に通したらカードは手元に戻るで何かを物理的に手渡すことはない。金銭の素質時実感する要素は何もないのだ。 クレジットカードにはカジノチップのように非現実のクメがあるが、利便性ではチップと現金の両方もある。支払いをする前に買い物ができること以上に便利なことがわからないだろうか。マシュマロテストでなぞらえるなら、クレジットカードには前もってマシュマロを二つとも手に入れるようなものだ。購入の支払いを終るまで満足を削り送りにするのではなく、満足前倒しになる。商品は今手に入り、支払いは見ないのからだ。今買って後で支払う方式には購入に対する金銭的なやり取りを追いかせられているので、支払いで正直を選べる効果ある。 金銭的な負担を負う感じのは、後になってカードを知られるときであって、カードを機械に通しているときではない。不快に感じる分を強調して、購入の動機付けに活用する。何かを知らいこと,と何かを得ること、どちらの影響が大きいか。実は不快の苦痛の方が快で感じる喜びに勝る。快を予期する患者も強い動機づけとなるものの、ついに持って何かを知らう苦痛は何より大きな動機づけとなる。苦痛化のを得るとする現象、行動経済化者は私の視界を取る。 これについては、お金の扱い方に関する研究は具体的に分かりやすい。50%の確率で150ドルもらえ、同じく50%の確率で100ドルを失うギャンブルに、あなたは参加するだろうか数学的な観点からすると、このギャンブルには毎回かけるべきだ。計算すると50、50%の確率で150ドルもらえ、75ドルを引く、50%の確率で100ドルを失うイコール50ドルイコール25ドルとなり、25ドルも大きくなる。しかしながら、脳はこういう心霊視を行わない。損失のような恐れから、それを避けるための決断を流す。 進化の観点からすれば、そうなるのは理解できる。狩猟採集していた人類は、食事を得ることの喜び以上に、食事を失うことの苦痛を強く感じていたはずだ。ダニエル・カーネマンと彼の研究パートナーの長年住めたエイモス・ド・ペルスキーの調査から、先ほどのギャンブルに手を出す人はほとんどいないことが明らかになった。人がギャンブルするのは勝つためではない。失われだめなのだ。リスクを犯したりしなければ、失うことは絶対ない。進化の観点からすれば、自分と自分の所有物を守る方が、どんなものを得る可能性よりも重要になる。 消費の世界では損失回避の価格がビジネスに持ち込まれている。損失を嫌がる人々に向かって損失回避の重要性を強調し、回避を選ぶように仕向けるのだ。不快の切り取り VS 獲得の切り取り。不快の切り取りの差別で理解を深めるために、それとは別の獲得の切り取りについては見ていこう。まずは次の2つの増用を見てほしい。1、現在の収入の80%で生活できますか ?2、現在の収入の20%は諦められますか ?2 つの質問は基本的には同じだ。 現在の収入額はともかくとして、どちらも同じ額で生活していく意思があるかどうかを尋ねている。ただし、問われた時の感じ方は同じではない。それは切り取り方が異なるからだ。収入の80%で生活できるかという問いは、手にできるものを切り取っているのに対し、20%を諦めるかという問いは、不快を切り取っている。後者は喪失感のようなものが、前者はそうではない。その結果、2番目の質問より1番目の質問をされたときの方がイエスと答える可能性が高くなる。 依存2.0デジタル時代における脅迫行動収益化する。依存はビジネスだ。訴訟が起きても、社会の認知が高まっても、公衆衛生局長官は正規的な警告を発しても、2018年におけるタバコ産業の年間収益は世界全体で5000億ドルを上回る。当えタバコは依存製品の第一世代のほんの一つに過ぎないし、ある意味フェアな製品だと言える。なりしと消費者はニコチンが含まれる製品を触って感じて味わうことができる。依存に陥る可能性があると事前に分かっているんだから、その情報に陥って判断を下せばいい。 今はそうした配慮のない依存製品の新たな波が生まれている。テクノロジーの発展により、旧はもはやニコチなどの物質を使わずとも消費者を依存させることができる。また、コーヒーやタバコを販売する企業と違い、ダイナミみの企業は製品で儲けようとしていない。彼らが消費者に使わせたいのは時間と集中力だ。時は借りないというのは事実だ。インスタグラムやフェイスブックといった人気のプラットフォームは昔ながらの意味では無料だが、ユーザーは注意向けという形で間接的に対価を払っている。 サイトやアプリを通じてオンラインにとどる時間が長くなるほど、消費者の思い入れが追い強くなり、サイトやアプリはより多くの広告を販売できるようになる。このサイトに時間を費やせるビジネスモデルでは、ユーザーがプラットフォームを利用する時間が増えるほど、プラットフォームの広告収入が増える。この分野を成り立たする企業は、エンゲージメントという言い方を好んで使うが、これは依存の遠回しに表す言葉に過ぎない。ユーザーが向ける注意のおかげで成功している企業にとって、ユーザーを文字通り依存状態にさせるプラットフォームほど理想的なものが他にあるだろうか。 ユーザー向ける注意は文字通り売買されており、それには何十億ドルのもの,の価値がある。こうしたプラットフォームはデジタル広告を通じてユーザーの注意を収益化している。企業はスナップチャット、インスタグラム、ピンタレストといったプラットフォームにお金を払い、ユーザーにリーチしている。新聞や雑誌にお金を払って国能すると同じだ。いと行動の関係。い体験について行動を誘発する最もシンプルな道筋は行動強化と呼ばれる。例えば、初めて訪れたレストランの食事が美味しかったら、 脳はそのレストランに行くことと会が関係性がどるか学習するので、再放する機会はすぐに自然と探し求めるようになる。食事を楽しんでいる事実が、レストランを訪れるという行動を強化するのだ。強化の学習に関する研究の先駆者となったのは、実験心理学の分野で知る B.S. スキナーで、彼は1990年代にハーバード大学の研究を開始し、氷河学習をオペランド条件づけただ。犬を飼っている人なら分かると思うが、子犬に行動を教え込むときは、美味しいおやつを福し持かけとなる。 恋のローバーが指示に従って恐れをしたら美味しいおやつを与えるという回だ。時間が経つにつれ、ローバーは徐々に行動と美味しい強化要素の関係を学習する。貝とドーパミン。脳の中心部に近い即座貨という部位。この部位に脳神経の影響を使って直接刺激を与えるといい気分だという。この電気を加えが愛して即座貨に刺激を与えるボタンを押すかどうかの選択をにさせるとくたくたならなでボタンを押す。食べ物は水あるか、セックスするよりもこのボタンをついて自分で自分に刺激を与えることを選ぶんだ。 また、真空のうつ病原因でエゴがなく、顔の筋肉を抱えている人であっても、即座格を知る人は笑顔が生まれる。つまり、即座格が会をつかさる部位に限りなく近い存在なのだ。それだけでなく、即座格は未来のスクーもたけている。エモリー大学で神経経済学研究するグレッグバーンのキルチームが、ポップソングの日と即座格が予測できるから確かめる実験を行った。実験にあたって彼らは、実験探しに初めて耳にする未発表を詳し性、その時の脳の活動を調べた。 すると、どうやら会は曲のヒットを当てる予測因子としては信頼に足るらしいと明明した。視聴中に即座学の入路の発表が増えた曲ほど、世間に発表されたときに高い人気を得たのだ。興味深いことに、視聴した曲をどれだけ楽しんだかについての参加者の主観的な報告は、曲のヒットと相関性を示さなかった。だが、即座学の動きを見れば人気あるが、好きだというのをは,はばかれるイメージであるデスパシートやニッケル・バック・バックストリート・ボーイズ、ドレイクといったアーティストの曲をこのことで楽しんでいるのは分かってしまうのだ。 い予測、驚き。人は絶えず好きに来るもの,の予測を立てている。レストランに行けば料理の味はどんなだろうかと予測する。そして、まずくはないだろうくらいに思っていた料理が食べてみたら驚くほど美味しかったとしよう。これは科学者が予測の肯定的な予測を差だ。間違いをしたが、いい意味で間違っていたということだ。この嬉しい誤算を切ると、これまで見てきたようにドーパミンを行動を起こす。人は嬉しい驚きが大好きなのだ。このうちの嬉しい驚きを盛り込みたい企業は、消費者の期待を入念に管理するという手段を用いる。 例えば、あなたが乗った飛行機は午後2時30分に3時以降に到着する予定だとしよう。ところが、インターコンゴ越しに機長から目的地への到着が午後2時になるとさらにと発表された。綺麗な乗客はみんな大喜びだ。あなたはこれまでに飛行機予定より早く到着することが多すぎるのではないかと不思議に思ったことはないだろうかケログスクールオブビジネスの研究者たちも同じ疑問に出れた。そして調べてみると、公表された飛行時間がこの20年で8%以上長くなっていることが分かった。 ただし、飛行時間が伸びた理由は、目的地まで,でかかる時間が変わったからではない。増えた時間は戦略的な水増しだった。航空会社は、小時間をあえて想定より長くすることで、到着時刻が早まったと発表できるようにして、乗客に嬉しい驚きを与えていたのだ。帝国通り、もしくは帝国より早く到着すれば、コケカは喜ぶ。乗客にとっての何時は帝国で、何時は帝国より早いかは、航空会社が定める想定で全て決まる。ただし、このやり方には限界がある。 航空会社は毎回必ずきっちり10分早めることで、顧客を驚かせれば、顧客はその耳を悟る。そして次に飛行機に乗るときは、航空会社に対する期待が変わっている。期待値が上がったことで、顧客の予測誤差が小さくなり、引いて喜びの上も小さくなる。会に対する期待と実際に得た会に関するデータが増えるたびに、予測誤差の幅は狭まっていく。人はなぜ特定の何かを好きなのか、好みという金をのどの探る。ユネスコのモットーは、センスは人の心の中で生まれるものであるから、 その心ののななない平和ででり入れを築かなければならないであり戦争を体験した私にとってはこのモットーだけで未来の戦争をすることに貢献している科学的な取り組みに従事するのに十分だった。これはロバート・ザイアンスの言葉だ。彼は20世紀に大きな影響を与えた心理学者の一人で彼の研究は人が何かを好ましく思う心理の理解の土台となっている。1939年ナチスがポーランドを侵略しザイアンツと両親は家を捨てて逃げざるを得なかった。 ほどなく隠れていた建物に爆弾が投下され、ザイアンスはかろうじて生き延びたが、両者に命を落とした。数年後、ワルシャワで地下組織を運営する大学に出席できるようになったが、その後、ドイツの強制労働キャンプを送られた。そしてキャンプから逃げ出した。捕らえられてフランスの刑務所に送られたが、そこからも脱走した。ザイアンスは勉学を続け、戦争を終わってもあらゆる場所で研究を続けた。ドイツではティービンゲン大学で学び、その後、アメリカに渡ってミシガン大学に入学し、心理学の博士号を取得した。 ザイアンスは若き人の体験を定期に人学の道に進むと決意し人種差別やステレオタイプ化に関する調査を始めたただしキャリアの後半は人はなぜ特定の何かを好きなのかという一見単純そうな問いの答えを見つけることに没頭したそうして彼は何かを好きなことは私たちが思うほど単純ではないと気づいた人は自分の好みを形成する要素をほとんど自覚していないという単純接触効果ザイアンスの研究では人間を生かして馴染みなどのを驚くほど好意を示したザイアンスの有名な実験の一つに 中国を知らない英語が母語の人に様々な漢字を見せるというものがある。その実験では何かをするわけではなく、ただ単に目の前に現れる漢字をよく見るようという指示が与えられただけだった。その後、ザイアンさんは実験を探して別の感じにチラを見せた。最初に見せた感じも一部含まれていて、今度は各漢字の意味を推測するという課題が与えられた。中国の知識が一切ない参加者たちは、犬、カップ、強制、サッカーといった意味を当てずっぽうで口にするのが精一杯だった。彼らからすれば、暗闇の中で銃を撃たされているのも同然だ。 にもかかわらず、彼らの推測が決して無策でないことをダイアンス発見した。ごく短い時間とはいえ、一度も見たことがある感じの時は、好意的な言葉を連想する確率が高かったのだ。馴染みの感じを見た後の方が楽しい気持ちなど答えた。その後のフォローアップ調査でも、前に見た感じを覚えていた参加者は皆無で当たりもかかわらず、そうした効果が続いた。何かに対する馴染みの深さを育むには、それに触れる時間をできるだけ増やすのが一番手っ取り早い。他の条件はすべて同じやりの場合、触れる機会が多いほど、どんどん好きなからだ。 ダイアンスはこの現象を単純接触効果と名付けた。流暢性効果複数の接触によって好ましく思う感情が高まるのは単純接触効果だけは理由ではない何度か目にしたことがあるものは頭に浮かびやすくもなり人はそういうものも子むもだ脳は掃除じて考えることや計算を嫌う未知のものの処理には基地のものの再処理に労力がかかるそのため簡単に頭に入ってくる方うが子どだこの現象は単純接触効果に近い親戚のもので流暢性効果と呼ばれる 流暢性効果は消費の世界で驚く効果を発揮する。例えばニューヨーク大学でアダム・ロスターストの調査から、脳が流暢性を好む事実は、消費者の株式市場の投資に影響を及ぼすことが分かっている。短期的に株価の変動を調べたところ、流暢性のある、つまりは馴染みがあって、簡単に頭に入ってくるメ柄ガンコード株は、そうでないメ柄ガンコード株は欠かがわったという。流暢性効果は、あることから真実であるかどうか判断するかかりに影響することがある。道田中立大学に属するソフトウェアの有用性を調査する研究室は、 複数の本と比較して読みやすさを調べた。すると、バーダナが最も見やすく、タイムス流の最も読みづらいと思前と判明した。しかも、本と読みやすいとは内容も読みやすいと感じるほか、読みづらい本とで書いてある文章に比べて内容が正確るという思い込みもやすくなるという、理解しやすいものほど真実的にしてしまうんだ。利用可能性バイアス。頭への入ってきやすさが真実の実感に影響すると述べたが、その影響はその言葉がどれだけ起こりやすいか判断する感覚に影響を及ぼす。 人には思い出せやすい情報を重要だと信じ込む傾向があるのだ。これは利用可能性ヒューリスクと呼ばれる現象で、自分の身に起こることを重視するバイアスとも言える。例えば、アメリカの犯罪率は上昇傾向にあるか、それとも下降傾向にあるかと尋ねられたらどうするおそらくは上昇傾向だと思うと答えるのではないか。そう答えるのはあなただけじゃない。実際、アメリカ人の大多数が犯罪率は上昇していると信じていることが複数の世論調査え明らくなっている。だがありとあらゆる証拠はその逆を示している。 1>, 1万人あたりの犯罪のケースは減少傾向にあるんだ。この帰りはなぜ起こるのか原因は利用可能性不利的にある。テレビでローカルニュースを見ているとしよう。ニュース番組は人々を驚かせたり、人々の患者に訴えかけたりする話題に焦点を当てる。カーチェスは強盗事件などが当たり前に報道される。確かにそういう話題の方が政治の話より興味深くだろうが、事件報道をしょっちゅう目にしていると、脳はそれをよく起きることだと錯覚する。調査によると、子供の誘拐事件が大きく報道されると、 人はその後何週間にわたって誘拐が起こる確率を大げさに見積もるようになるという。加えて暴力的な報道を目にする機会が増えるほど犯罪率を高く見積もるようになる。人は頭に入ってきやすい情報で自分を取り巻く世界を形作るのだ。共感と人間同士のつながり、ブランドをひかに使う言語、コミュニケーションのことを読む、書く、話すだけだと思うのは間違いだ。コミュニケーションは自分の精神状態の一番深いところを共有し、自分の思い、感情、考え方といったものを他かに伝える能力だ。 ここから周囲の人間の精神状態や感情に同化するエンパシーが生まれ、それが社交性の土台となる。ブランドにとってコミュニケーション能力と重要な能力が欠係ないと言っても過言ではない。企業、企業が発するメッセージ、企業を売る製品が一体となって、情報、感情、文化、個人レベルの差がりを構築する。それがブランディングだ。人は一対一のコミュニケーションには長けているが、ブランドの繋がりを獲得するには、一対多という大きな規模のコミュニケーションを行う必要がある。とはいえ、適切なコミュニケーションが取れれば、 製品とと消費者の間にががりを生み出すことができるしかもそのつながりは人と人との間に生まれる絆のように強く相手を変える力を持つコミュニケーションはテニスのラリーブランドや企業のようにコミュニケーションをついて理解したいなら人間のコミュニケーションの取り方を理解することが始め必要があるまずはコミュニケーションの基本となるシンプルなアイデアを人から人に伝達するときの伝え方から見ていこうコミュニケーションでは驚くほど豊かで洗練された言語の知識の高い場があることが大前提となる さらには言いたいことを瞬時に考え出し、考えたら適切な言葉と構造を見つけて意味が通るように組み合わせることを求められる。それから物理的な側面についても忘れてはいけない。どんどの繊細な筋肉組織を連動させて共通する言語の関連を収まる正確な音を出す。発音したら今度は会話の相手の方にそれを理解し解釈する仕事は生じる。今の見た手順は一文を伝達するだけもなり、アイデアやストーリー、複雑な感じはとても伝わらない。では、それらどうすれば可能なのか この疑問の解明に乗り出したの癒しさが近年果たした社会神経科学という分野だ。コミュニケーションが行われている時の脳の活動に効きを立てた研究者たちはこんな発見をした。コミュニケーションとは最も基本的なレベルで和者が規定の頭にイメージやアイデアを植え付くことができる能力など、その様子はプリンストン大学の売り発想による実験を見ればよくある。彼は FMRI 技術を実験に使い、参加者間の相関性を明らかにした。具体的には同じストーリーを複数の参加者に聞かせて脳の反応を確かめたのだ。 まずは当然ながらストーリーを聞いている時の基本的な音を処理する聴覚皮質の反応は参加者全員がほぼ同じだった。ところは脳のより進化しているべき、例えば解釈や意味に深く関係する前頭皮質の状態は個人差が大きかった。つまり脳内での聞こえ方は全く同じでもその解釈は全く異なるのだ。興味深いことに話し手と聞き手の脳内では特別な類似性を見受けられるという、ハッンはこれをニューラルカップリングと名付けた。 ストーリーを語る話している脳内には、そのストーリーを表す特定の神経活動群が発生する。そして意外にも、ストーリーを受け取る規定の脳内に、それに非常に似た活動群が現れる。しかもここからが重要なのが、話と規定の脳の状態が近いほど、ストーリーがよく伝わる。事実、ハストの実験で、規定に回った参加者に聞こえたストーリーの理解を確かめるテストを取材したところ、話しているとニュールカップリングの類似性の高さと、その結果に相関関係が見受けられた。 いいのの脳の状態が近いほど理解力が高まるというわけだつまり脳の観点からするとコミュニケーションは話し手と聞き手の間に生まれるニューラルカップリングであると言える相手の脳に自分の脳の状態を移すことで自分のアイデアを伝達するということだ有意義なコミュニケーションを取れる人は聞き手が最もしっくりくるようにメッセージを構築できるそれが上手にできるほどより良いコミュニケーションが取れるようになる消費の世界におけるニューラルカップリング企業は製品やサービスを売るためには既存客や潜在顧客とコミュニケーションを取る必要がある だが、マーケティングコミュニケーションは個人間のコミュニケーションと違って異次元的な管理のもとでメッセージを制作し、それを集団に向けて配布しなければならない。目の前に座った人の脳に自分の脳を同期させるだけでも大変なのに、ブランドはそれを何百万という様々な人に同時に行おうとしている。言葉の向こうにあるもの。ターゲットにさられた人々の要望に即したコミュニケーションの取り方に近づくほど、メッセージの有効性が高まる。これは企業にも言えることで、この事実からビジネスでよく用いられる顧しをいるという言葉に自由な意味が加わる。 顧客の好みはニーズだけでなく、国境のコミュニケーションの取り方を理解することも重要なのだ。賢明なブランドは顧客が使う言葉に最新の注意を払う。ターゲット層に属する人は、早口で話すのか、それともゆっくり話すのか。大きさな言葉を使うのか、シンプルな言葉を使うのか、直接的な表現を使うのか、遠距離的な表現を使うのか、一般的な言い方をするのか、気取った言い方をするのか。コミュニケーションの取り方をに合わせて修正するから、老人向け製品の国は年配者がゆっくりとした口中で話すこともなり、 ティーンエイジャ向けの広告は彼らが使う俗語を使うものである。コミュニケーションの取り方がターゲット層に合わないと悲惨な結果を招きかねない。大人用おむつブランドディ p e ン d がいい例だ。ミリアム世代やさらに若い Z 世代に向けた製品は今や当たり前、ハッシュタグをつけて発信されているが、年配者向け製品ではあまりそういう展にはない。ただしディペン n d は例外だ。2014年、同社はソーシャルメディアを使ったマーケティングキャンペーンを展開した。ディペン n のおむつをつけている写真をハッシュタグにつけて投稿し、 大人に思いに対する認識を高めようと呼びかけたのだな誤解ないように改めて説明しようディピンスが展開した詳細メディアを使ったマーケティングキャンペーンとはズボンを下ろそうという意味のハッシュタグシャープドロップユーパンツを使いディピンスのおむつを身につけた自分の写真を投稿してほしいと顧客に呼びかけ大人に思いに対する認識を高めようとするものだったおじいさんには E メールで何かを添付するとどうなるか説明するだけの一苦労だというねインスタグラムに自分の排せつを投稿する方法を教えろというのか このキャンペーンが失敗に終わって誰もがほっとしたことだろう。ニューラルカップリングは的確に奏で企業といえば、ネットフリックスが挙げられる。彼らは消費者に一方的に話す消費者との対応を実践している。それに何より、彼らは今の消費者が使うインターネット辞書を使って話す。その語彙には、インターネットミニア自負、ポップカルチャーやテクノロジーに関連する言葉がふんだんに含まれる。ネットフリックスのツイッターやインスタグラのアカウントを見ると、インターネット辞書を使う消費者とのニューラルカップリングをうまく行っている。 そうしたアカウントを通じてファンに返信するとき、ネットフリックスはまるで友達同士のように維持を使う。気に入らない移民は決して使わず、文化に対して自ら鋭く切り込む発言はとてもミットに飛んでいる。消費者はネットフリックスのようにニューラルカップリングが得意とするブランドを友人とみなす。そう認識はコミュニケーションに役立つだけではなく、ブランドに対する人頼や貴族意識を育む。ミラーニューロンニューラルカップリングという事象は他者と繋がって情報を共有することを可能にするものだ。 とはいえ、交流する対象に合わせようとする傾向が見受けられるのはコミュニケーションの時だけにとどまらない人は周囲を取り巻く人々と互いの行動を通じて影響を与え合うただそこにいるだけで影響を及ぼすことだってある誰かが首をしているのを見て自分を首くをした経験はないだろうかあるいは目の前に座っている人がポケットにスマートフォンが入っているのか確かめているのを見て自分も同じことをした経験があるのではないかそういうことをせずにやられないと感じるのは他者の行動を自分に投影することが人間の社交性の重要だな特徴の一つだからだ 高人間に生まれつき育った性質は、おおむね前頭葉の消費物の,のニューロングによって形成される。それらはその性質にふさしくミラーニューンと呼ばれる。高ニューロンは15年ほど前にパルマ大学のジャコモリ・リソワッティによって発見された。ただし、リソワッティは、ま、人間の社交性の要となるものを探していたわけではない。猿がシンプルな動きを生み出す仕組みを理解しようとする中で偶然見つけた。彼らは細胞単体で記録する装置を使い、猿が様々な動作を終たときの前頭葉の個々のニューロンの動きを観察した。 猿が食べ物の手を伸ばして使うなとき、前頭葉なの特定の細胞を発火した。これは新たな発見ではない。前頭部は動きを乱すことに大きく関与するということはずっと前から知られていたからだ。ところが、おおくことにその領域が他の猿が手を伸ばして食べ物を使うのを見ていたときにも活動したのだ。彼らはさらに研究を重ね、そのニューロー部は動作そのものに反応するだけでなく、動作の背後にある意図にも反応することを突き止めた。ミラーニューロンは動きが生じる前であっても、 動きに関する意図に生じてわずかな違いを検知できるという。ということは、誰かが手を伸ばしてリンゴを手に取るということころを見た時点で、自分のミラーニュールはもうその人がリンゴを口に持っていて食べるか、違う場所に置くつもりなのだなと理解しているということになる。この発見は人間を対象にした研究でも次々に再現されているほか、さらなる発見も生まれている。カリフォルニア大学ロサンゼルス校のマルコ・イアコブリ率いる研究チームによると、 購入量は外的なものの心理状態を自分の内側で自動的かつ瞬時にシミュレーションする役割を果たす結論付けた。誰かがまずそうなものを食べているのを見れば、こちらの未見にしようより、公の場で話した人が緊張のあまり言葉に詰まっているのを見れば、決まり悪くなってこちらの側が怖がる。こうしたことはミラーングにさせられているのだ。共感。人は他者の心理状態だけなく、感情の状態をミラーリングする。そして後者を行うと共感という現象が起こる。 人間が生物学的に共感するようにできていることは数々の研究で実証されているエヘェノラー使った研究から痛みが経験した時に活性化する領域は痛みを感じている他者を見た時も活性化することが明らかになったこの感情のミラーリングは人間も素晴らしい特徴の一つだだがこの共感というシステムには対象は個人に限定され集団に対して働かないという大きな欠点があるつまり一人の人間は気にかけても大勢については気にかけないのだ という子供の救助には心から共感するが、悲惨な状態に置かれている子供は大勢いると知っても、漠然としすぎて感情移入できないのである。このバイアスは、政治的無感覚家と呼ばれる。オレゴン大学で心理学を研究するポール・スルーイークは、このバイアスは人の判断や行動に与える影響について大型的に調査した。彼はまず、大学生の実験参加者に、幼く貧しい一人の子供の写真を見せて、この恵まれい子供のために、個人的にいくら寄付する余裕があるかと尋ねた。 別のグループにも同じ質問をしたが、彼ら見せたのは、おそらく貧しい子供二人写っている写真だった。すると、二人でなく一人の子供の写真を見せた学生グループの方が、はるかに多くの額を寄付した。その後も同様に、実験を続けた結果、共感と助ける意思は、見せる写真の人数が増えるについて、恐ろしいほど比例して減少していたという。これは、道徳観に大変な問題を引き起こす。例えば、子供を一応気にかけるとともに子供にも気にかければ、少なくとも二人合わせた聞くりの度合いは、どちらか一人だけの時り大きくなるはずだ。だが現実はそうではない。 一冊の合計が一冊一未満の頃か一未満になってしまうのだ話が大人数相手となるとより一層ひどいことになる人の時は気にかけていた子供であっても大勢の中の人になった途端気にかけになってしまうのだまる、あ、で個人が集団の一部になった瞬間個人に感じていた共感が消えてしまうかのように共感を運ぶもの目の前の人に共感するのは自然なことだがストーリーを通すと場所や時間的に普段は絶対に交流を持たない人とつながることができるストーリーがなかったらそういう人たちに親近感が出いたいことはないだろう ただし、得られる共感度やストーリーによって異なる。ストーリーに共通する特徴は、一個人の前で展開するという点だ。スターウォーズは、ルーク・スカイ・ガウーカーの視点で話が進み、大いなるエサでは、ピップが中心となり、ザ・ソプラノでは、トニー・ソプラノがストーリーを仕切る。これは、精神的無感覚を避けようとしていると思えば完璧なとこイク。行く。一個人焦点ということで、エられる共感が最大になる。筆者は、ストーリーと共感の結びつきを確かめる実験を通じて、消費者体系の体力を探った。 具体的には空港の中を走ってフライト切りに間に合ったといった実際にありそうな状況を描いたストーリーを2本作成した。1本はストーリーの当事者が1人で、もう1本は当事者が複数になる。ストーリー A ではエレンというような女性が飛行機の領空数になっている。彼女は運用班局の職員にセキュリティチェックを先にやってほしいと頼み、記録的なスピードスキャナーを通過すると、扉が閉まる直前にゲートに込んだ。ストーリー B は話の展開は全く同じだが、飛行機の領空予想なんているのはエレンのような家族で、 彼女の仮に彼女たちという複数形が用いられている。登場人物の一人バージョンと家族バージョンの2パターンのストーリーを用意して読んでもらったところ、一人のストーリーの方が家族のものに比べて感情や共感を呼び起こす度合いがはるかに高かった。やはり共感が最大なの一個人が話を動かすストーリーを届けた時なのだ。そうした個人のストーリーや共感を引き起こすだけでなく、購買行動面に引き与える。その実験では、参加者がストーリーを埋み上げるために行動関係をした。これはマーケティング用で次にすべきことを提示するという意味る。 具体的には登場人物が必要なバージョンと家族のバージョンのどちらのストーリーでも悪夢というブランドのの靴を買う行動を喚起しストーリーを見らた参加者にストーリーに出てきたその靴を買いたくなった方と尋ねたのだすると一個人のストーリーを読んだ後の方が家族のストーリーを読んだ後より購入する意思を示す確率は高かったあらゆるものを本質本主義をし愛着のあり方を理解する私たちが体験するのはありまわ世界でないそこから一歩離れた世界だ原因するものでなく脳内で作成されたメンタルもので体験する そのメンタルモードには五感、製品に対する思い、ブランドに対する思いといった単純なものは影響を及ぼす。また、客観的な現実と人の内面の主観的な体験に溝があり、そこで関係は思いが近くを客所する。ただし、その溝で作用する良さはそれだけない。メンタルモードに影響するものにして他にもある。それは物理的な世界に宿る非物理的な本質の思いだ。私たちは物理的なものを超えたところに物質の魂があると密かに信じている。心理学者のポール・ブルーマーはそれを物質の本質と呼んだ。 この本質は物理的な性質を調理する。たとえ物理的に破壊されてもその本質、すなわちその物質に対して人が挑むもい,いや、それについて自らに語っていかせるそれを傷つける。そして人は物質自体と同等かもしくはそれ以上にその本質に価値を大きい会を見出す。本質主義、意味の科学。人は一度自分の所有物にすると、所有物というだけでその価値を高く見積む傾向がある。この現象には、損失を返したいという人間の性質が大きく関係している。何かを手に入れてそれを失う可能性は自分に生まれると、 選べるかもしれない何かを手にすることより、失うかもしれない何かを失わないようにしたいという動機の方が強く働くのだ。ただし、別の何かを作用することもある。人はその所有物と自分の間にある独自の関係性にも価値を見出す。心理学者のポール・ブルー,マーはそれを自分の目で確かめた。子供にお気に入りのぬいぐるみの完璧な癖に成功したと信に込ませる実験を行ったのだ。その上で、もともと自分は持っていたぬいぐるみか、あるいはそれと売り二つのぬいぐるみのどちらかを家に連れて帰りたいかと尋ねた。すると、物理的な特徴は全く同じだというのに。 自分のぬいぐるみを連れて帰りたいという子とが圧倒的に多かった。要するに、もともと持っていたぬいぐるみはそれ独自の本質が宿っていて、その本質は複製できないということだ。味の本質、シャエタレッサンでメインディッシュに合わせるワインのおすすめを尋ねる場合を想像してみてほしい。ソムリエからいくつか紹介された中から、あなたはキャンティーという名前をてどんな味かと尋ねる。するとソムリエがこう答えた。最初は柔らかくフルーティーな味わいで、次にジャミはダークチョコレートのような味わいになり、最後は木をいしたような香りがします。秋の夕暮れは眺めているようなキューベな味わいですよ。 この描写によって引き起こされる感情、連想、記憶をまだ全て把握しきらないうちに、ソムリエは製造元の説明に話題を移し、作り手の長寿はこのボトルを飲んで初めてカ愛いの好きになったことから彼女を名前を付けられたと説明する。ワインについてさらに詳しい情報を与えることで、ワインの本質はあなたの頭の中に植え付け、そのメンタル問題を変えようとしているのだ。それが引いてはあなたが飲んだ時に実際の味わいに深く影響することになる。ストーリーと本質が味に強い影響を与えると実証した実験がある。 料理のマーケティングも手がけるマーケティング会社のキャッチオンが2パターンの食事を提供してその反応を比較したのだ。1つのグループには料理の説明はなく、材料だけを記したカードをテーブルの相手だった。そしてもう1つのグループにはシェフが自ら料理を説明するとともに、その料理を思いつくきっかけだった幼少期のエピソードも伝えた。すると、料理を食べる前にストーリーを聞いたグループの方が、食事体験全体を高く評価した。料理自体がストーリーを聞かされなかったグループが食べたものと全く同じだったにもかかわらずだ。 高年大学の研究者による別の調査では、料理と一緒に出されたワインの産地をどことを認識するかによって、食事全体に評価を借りることが明らかになった。実験では、すべての参加者に料理とともにチャールズ・ショーという安いワインを提供した。ただし、半分のグループにはそのワインは北カルフォルニアのノアというワイナリーのものだと告げ、残り半分にはノースタクトのノアというワイナリーのものだと告げた。どうやらワイン好きな人たちはノースタクトという地名にあまり魅力を感じないらしい。カルフォルニアワインだと信じたグループの方がワインを高く評価したのだ。 興味深いことに、そのグループは料理も高く評価し、そのレストランはまた訪れないと語った。緑意味のる。緑意味のるマーケティングを知る。サブリミアプライミングでは、対象者に意識させることなく、対象者の感覚のどれかを介して何かを与える。すると、その何かが何らかの形で対象者の限度に影響を及ぼす。要するに、本人が全く意識してないところで感覚に刺激を与えて影響を及ぼし、未来の限度に影響が生まれる可能性をもたらすのだ。こんな実験がある。コンピュータ画面に映しされるありふれた画像を次々に参加者に見せ、質問するというのだ。 皿洗てい定常性やサンドイッチを食べて子供の画像が表示されるたび、参加者はその画像に映っている人は機嫌がいいか悪いかを尋ねられた。実に単純な実験だ。ただし、画像が表示された直後に30ミリ秒だけ違う画像を流した。これは脳が視覚情報を認識するように必要な画像にたまっている。そのサブリミナ画像は印象に残りづらいものではなく、マイナスの感じを強く引き起こすもの、プラスの感じを強く引き起こすもののどちらかだった。すると、交換を抱く画像がサブリミナを投げたときは、ほとんどの参加者がサラ笑っている画像の人は楽しそうに見えると答えた。 反対に、不快感を抱く画像をサブリミナルに流げたときは、ほとんどの参加者が皿を洗っている人は気が悪そうだと答えた。そして、実験終了後、サブリミナル画像が流れたことに気づいた方参加者たちに尋ねると、第一者としてまた気づいていなかった。緑ミ,ミナープライミング。実のところ、目で処理できないほどの短い時間しか表示されない刺激が一番効果的である場面はほとんどない。それよりも、目の前のありふれた風景に溶け込ませる方がよと効果的だ。そういう形で影響を与えることをサブリミナルなら、緑ミナープライミングと呼ぶことにする。 緑みななメッセージや、勝者に意識されないよう、50ミリ秒より短くする必要はない。それどこか、目の前にずっと存在しながら、無意識に直接語りかける。プライミングとはつまるところ、人の目に触れることであり、しかも、人に気づかれにくいもほど、与える影響は大きくなる。緑みなプライミングが五感にどう作用するか。これは五感の神経核を掘り下げて、ブランドが使用する緑みなプライミングによって、勝者の行動はどのような影響を受けが見ていこう。見た目。 視覚に動くと安全な刺激を与えるだけでも脳内にその刺激とも関連付けあれば特定の反応や感情が生まれる色はいい例だ色は緑色のマーケティングに主力戦士でこれを使えば消費者に特定の行動を起こさせることができる近年赤という色には驚くプライミング効果があり人の魅力を高めることが実験で証明されたその実験では女性に道で必要がを起こしてもらった取り終わった車で止まってくれた合図を繰らせたのだその結果女性が赤いシャツを着て必要合を起こした場合 SLI の男性ドライバーは止まっ数が2倍近くになったという 土曜の影響は、ウェイトレスに協力してもらった実験でも見受けられ、赤い服を着たウェイトレスに男性客が渡すチープの額は、他の色の服を着たウェイトレスの額に比べて24%多かった。西洋文化では、赤とイはアはアや瀬に関連付けられることを多い。ブランドはその関連付けを利用して、消費者団の製品の受けムグタに影響を及ぼそうとする。クリスチャン・ルブタンが、あの肩細くとがったハイヒールの靴底に独特な赤を使ったのが有名で、同社は実際にそうした赤の付け方の特権を取ろうと何度も試みている。 バージンアトリック航空は、その弾けたブランドイメージを視覚化する手段として赤を強調して使っている。同社の CM、機内安全ビデオ、客室読みの制服、ブランドのロゴはいずれも赤をメインに作られている。バージン航空は、機内の人同士でチャットができるサービスを最初に導入した航空会社で、座席のテレビ画面にそのアプリが搭載されている。それを使えば、乗客同士でプライベートのメッセージを直接送ったり、誰でも入れるチャットルームで会話したりできる。このアプリの名称はもちろんレッドだ。音。 視覚的な刺激に比べると音の刺激が弱いが重要な影響を与えるのは同じだ。例えば飛行機の音は飛行機路の近くに住む人々に深刻な影響を与えかねない。調査によると飛行機の騒音は慢性的に見にしている子供は読解力や長期力を弱く。また子供に限らず大人も血圧が高くなに傾向を見受けるという。もっと基本的な意味で話をすると特定の音は特定の印象を人に与える。事実、脳は音を擬人化する傾向が強く、ブランドはその傾向を利用して視聴者の脳に自分たちが望むイメージを植え付けようとしている。 ヴージン航空は赤を使った視覚効果に比べて音を使った効果も狙う。その方法はおそらく究極のやり方で呼べるものだ。同社は乗客が飛行機に乗る時と降りる時に音楽を鳴らす。それは官能的、魅惑的、流行の再生端でく感情でサブといた形容が手はむものだ。その音楽に赤の照明、シングのーズ付き、座敷と同じシンルを使った客室で読むよ制服を組み合わせればヴージン航空というブランドの個性は非常に見かからない。航空会社を選ぶ決め手となるのは何かを考え,えてみてほしい。 価格を同じやつとした決めたとならの会社が発信する他社とは違う個性だ。それを見ている消費者は何度も同じ航空会社を選ぶ。音楽を特定の形で聴くようにすれば、消費者の行動に多大な影響をぶつとる可能になる。調査によると、スーパーマーケットでゆっくりとしたテーポーの音楽を流すと、顧客の動きをゆっくりにするだけでなく、全体の売り上げと高価な品の購入の増加を促されるという。また、音楽は次のような使い方でも快楽なるものを変えてしまうことがある。 対象実験で行った技術者たちによるとワインショップで流れる音楽は最終的に顧客を購入するワインに多大な影響を及ぼすというドイツの曲を流すとドイツワインの売り上げが増加しフランスの曲を流すとフランスワインに手を伸ばす客が増えるということが起こるんだこれほど大きな影響は与えにもかかわらず買い物を得た客に回答してもらったアンケートを見ると店内に流れていた音楽を意識した人は赤いだった感触人間を持つ触覚の機能は唯一無二のものだ幼児にとって肌と肌との触れは何も大切だ それにより、重要な生理機能の働きが活発になり、親子の絆が深まる。肌の触れ合いは本当に重要なんで、アメリカはじめ多くの国々では、赤ちゃんが産めたらすぐに母親の胸に置くことが当たり前を兼ねている。触れ合いは感情的な結びつきをめむだけではない、成長過程にも影響を与える。発育の重要な時期に物理的な触れ合いを憧れた幼児は、まれに精神社会的小人を発症し、発育不全を起こす恐れがあるのだ。触れ合いの重要性は大人にないにつれて次第に無駄だなくなっていくもの決してなくなることはない。 それに、マーケティングや緑みのプライミングにとって、人間の触覚は購入に多大な影響を与えるものだ。ある調査では、店員が顧客の腕に触れると、実際に購入する確率は割り、顧客の買い物全体に対する評価もずっと好意的なものになったという。アマゾンをはじめとする e コマースの企業の登場により、ォーダーズやタワーレコードといった書店やレコード店は普及に立たされている。だが、生き延びている企業もあり、そういう企業はアマゾンのような企業は消費者に提供できないことの強化に努め、むしろ売り上げ伸ばしている。それは商品に実際に触れてもらうことだ。 家電量販チェーンのベストバイに行けば、サムスの展示コーナーで最新のギャラクシーに触れることができるし、ホールフーズマーケットに行けば、カーマにももの熟し具合を触って確かめられる。匂い。普段は匂いを意識しないものだが、認識した時には特別な記憶がある。匂いは目で見たものと違って、状況との結びつきがとても強い。資格を通じて複合された記憶は長く残るが、匂いの記憶はもっと限定的で、エピソード記憶と深く結びついている。つまり、特定の情報でなく、時計の経験に関する記憶と結びつくのだ。 目で見るより匂いを感じることの方が少ないので、匂いはいろんなと比べて関連付けが生まれやすい。サンドイッチへのサブウェイの前を取り掛か,かると、ヨしアしは別にして独特の匂いを感じる。この時に、一対一の関連付けが生まれる。サブウェイっぽい店は何度も目にすることがあるが、サブウェイの匂いはサブウェイにしかない。そのため、サブウェイの匂いを次に感じた時、脳が引っ張り出するのはサブウェイに関連する記憶だけとなる。企業はこうした事実を把握していって、匂いは消費者体験に与える影響を利用している。 例えば不動産会社は公開中の物件に松の木やバニラや焼きたての茎などの匂いを漂わせて,て契約の獲得も行う。1991年に遡るとアラン・ヒリー氏をはじめとする研究者たちが購買行動に与える匂いの影響を調べていた。ある実験では2つの部屋に全く同じスニーカー用紙、1本の部屋は空気を清浄し、もう1本の部屋にフローラーの香りをつけた。実験の参加者に両方の部屋に入ってもらい、どちらの部屋のスニーカーの方が買いたいかと尋ねたところ、84%は香り付けの部屋のスニーカー選んだ。 ナイキは現在、小売店舗で仮りを使った実験を行っている。その実験に協力している、セントマーケティングインスティテュートのスティーブンセムファ代表によく、ナイキの仮りを使った実験では、価格の購買意欲80%上昇したという。<noise> チャンネル登録者が1人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。